今回はね、裏技とかもいろいろ知る人ぞ知る技とかもあるんで、俺はそこまで言ってきんと思う。でもこれは計算できんでも十分受かりやすい。はい、そしてそこでスイッチを一回、はい、で切りました。はい、今度はこの接点がこっちに移動します。ほんまに不安な気持ちもあると思うんですけども、で見てもらえればと思います。今回紹介したベッセルさんのワイヤーストリッパーで VA の輪作りをやってみたいと思います。元のとこまで一気に返してくる。はい、お疲れ様です。先日ね、電気工事士諦めるなっていうね動画を配信したんですけども、今回ですね、ちょうどこの前こちらの動画などに出演してもらった、僕の仲間の松本さんが電気工事士2種の試験を受けるんですけども、今日のね今朝 LINE が来まして、やばい、頭が回れへん、理解できひん、現時点で56点しか過去問取れてないっていう連絡が来たんですよ。僕は結構スパルタな性格なんで、頭を回そうとするから間違えてんねんで、考えてる時間はあなたにはないと、目で覚えてくださいという、まあ、むちゃくちゃな返事をしたんですけど、まあね、もし他に困ってる方がまだたくさんいるのであれば、吉田式テスト2日前の効率の良い勉強法を配信しようかなと思って、 YouTube のアンケート機能を使ってアンケートを取ったんですけど、このような結果になりまして、やばいって言ってる人がこんなにもいました。ってことで、僕は今日宣言通り徹夜で動画作り頑張って、28日には配信できるように頑張ります。今回はね、裏技とかもいろいろ知る人ぞ知る技とかもあるんで、これを見てもらったら合格率は僕は必ず上がると思ってます。ぜひ最後まで見て、実践してください。まあ、この動画の他にも、あの電気工事士の試験の取り組み方だとか、その他いろいろアップしてますので、もし気になった方はこの概要欄のリンクから飛んでみてください。はい、ほんなら吉田式必勝法を解説していくんですけども、結構伝えたいことがいっぱいあるんで、ちょっと長くなると思うんで、大まかな流れとして、前編では、まあ、科学的にも実証されている効率のいい記憶の方法とか、まあ、実際どういう風にテキスト解いていくのかっていう勉強の仕方で、その最後には試験日当日の問題の解き方のコツとか、まあ、実は知る人ぞ知る裏技があるので、まあ、これがね、まあ、最後の味噌というか、結構点数稼げると思うんで、ぜひ見ていてください。でもこれね、テストね、2日前ぐらいに今配信されてると思うので、一問一問ね、ちんたらちんたら理解してちょっとねやってる場合ではありません。僕としてはもっと日にちに余裕を持ってちゃんと理解して合格してほしかったんですけど、まあね、もう日にち的にそうは言ってられませんし、僕もね、実は2種の電気工事士の時は勉強嫌いやったんで、ほとんど勉強してないというか、ほぼしてないんですけど、1日前にちょっとだけ勉強はしたんですよ。でも1日しかないから効率いい方法とかめっちゃ調べてまあそれを実践してね、ちゃんと受かったんですね。まあそもそも余裕を持って勉強しろよっていう自分にも言えることなんですけど、まあ皆さんの気持ちもわかるんで、でまあこの勉強法は結構究極というか土壇場の技だとは思うんですけど、僕一種の電気工事士も、1級施工管理の試験も一応この勉強方法も駆使して、無事どっちも受かってますんで、日中電気工事士以外でも勉強全体的に使えると思うんで、ぜひ覚えていてください。まず一つ目なんですけど、皆さん流し読みって知ってますかね。まあ一般には速読って言うんですけど、あのメンタリストの DAIGO さんとか賢い人って1日に本を10冊とか読んでるみたいなんですけど、そんなに1日10冊も読めると思います？1冊読むだけでも結構大変ですよね。まあ、そんな感じでね、賢い人たちはいっぱい本を読んでるみたいで、僕も読書はどっちかというと好きな方なんで、いっぱい読みたいんで速読っていうのを自分なりに勉強したんですけど、やり方としては本を全部読まないんですよ。ここ大事やなってとこを一瞬で判断してキーポイントだけ読んでいくそうすることでダラダラ読んでるよりもより記憶に残るし、まあ、時間の効率化になります。まあ、これはあの普通に本を読む時のやり方なんですけど、電気工事士テストの問題を解く時にも応用できるので、ちょっと実際にここに写真貼り付けてどんな感じで解いていったらいいか速読バージョンやってみますね。令和2年下期の、午前ですねの11番やりますね。これやったら低圧地中配線直接埋設使用、こんだけの文言をとりあえず拾ったらいいんで拾います。でこちらの選択イーロハニーの答えもめっちゃ長いですよね。読むだけで疲れると思うんですけど、これも一番後ろの CV とかね、
書いてるじゃないですか。それだけでも判断できますんで、これは E の CV 線ですね。でこういう風にまあ僕やったら覚えてるんで、スラスラというか解いていったらいいんですけど、どうしてもわからない人はそこで考える時間がもったいないというか、まだまだテスト時間まで余裕があればちゃんと考えてやってほしいんですけど、もう2日とかしかないんで、もう飛ばします、わからんかったってバツって書いておいてください。で次に12番なんですけど、まあ、計算問題はもう全部捨ててください。解ける人は解いたらいいんですけど、まあ、僕みたいにもう数字見るだけで頭痛いとか数学ができない人は今更はもう計算問題とか多分公式とか覚えれないと思うんで、時間もないし、僕は正直計算できないんで、2種も1種も計算問題は全くやってません。もう E とかローとかハーとか2とか適当に入れてました。それでも1種の電気工事士のテストは90点弱取れたんで、基本計算問題って10問ぐらいあるんですけど、だから20点分になるんかな。でも当てずっぽうで3問ぐらいあるから6点として14点損しただけなんで、86点まだ残ってますんで全然心配しなくていいです。で12番の問題なんですけど、これ計算問題ね。これに関しては平成27年でも出てるんですね。基本ね、この第二種電気工事士のテストって過去問の使い回しになってまして、全く同じような問題が結構出るんですよ。これもね、もうすごい読むだけで疲れる、こんな計算できひんわって感じかなと思うんですけど、まあ、許容電流 1.25 で電熱器具30度以下の問題はもうこの辺だけとりあえずワードでパンと覚えて、で答えはまあローのオーブントースターなんですけど、計算とかね、理解できない人はこの答えだけとりあえず覚えておいてください。同じような問題が出るかもしれないんで。次ね、13番、これもバーっていっぱい書いてるんですけど、まあもう着目するのは工具組み合わせ、それだけ拾ったらいいんで、これもね答えは2なんですけど、何回もね過去問やってたら E のこの問題、ローンのこの問題、ハーのこの問題、ちょっとハーのこの回答、2のこの回答とか1個ずつ読んでいかないとダメなんですけど、何回も過去問やってたらもう全部読まなくても電線管っていう文字出てるだけで、あこれ2や、答え2やみたいな感じでパッと答えれるようになるんで、そんな感じでもう全部読まんとパパパッといきましょうって感じで、今3問ほどやったんですけど、まあ、大体1問に使用する時間って今ちょっとまあ解説しながらなんでゆっくりやったかもしれないんですけど、1問20秒あればお釣り来るぐらいかなと思うんですよ。で50問やっても1000秒で、厳密に言えば僕の方式で言ったら計算問題はもう考えもしない捨てるんで、 E とかローとか適当な文字を入れるだけ、もうなんなら書かんでもいいです、あの勉強の時は。なもう0秒じゃないですか。なら1年分の問題を解くのに13分あればできるんですよね。で考えたら10年分やっても100、130分、2時間とかでできるわけじゃないですか。まあ、復習とか入れるからもうちょい時間はかかるんですけど、だからもう時間がないって焦らんと、ちゃんと最後まで諦めずに頑張ってください。まあ、こんな感じでさらっと3問だけやりましたけど、こういう風に速読でね、何回も問題やることで問題にも慣れてきますし、今皆さんね、やばいって言ってる人らは問題を見るだけでうわーいやいや頭痛いってなってると思うんですけど、だんだん得意になってきてスラスラ解けるようになってきますし、はい来たこれあれやみたいな感じで楽しくなってくるかなと思うんで、頑張ってください。はい次、まあ、2番目、ここから間違えた問題を復習していくんですけども、ここからが記憶力を活性化させるコツといいますか、まあ、科学的に有効な方法を説明します。まあ、今から僕が言うことは嘘じゃないし、調べたら出てくるようなことなんで、もし深掘りして知りたい方は調べてみたらいいと思います。まあ、まずこの画像のように、これ僕が Excel で作ったやつなんですけど、もし必要であれば概要欄にダウンロードリンク貼っとくんで、よかったら使ってください。過去問を解いていくときに、この E とかローとか書く右に、自信のあるやつは丸、微妙やなってやつは三角、全く分かれへんのは×っていうのを同時に書いていくんですよ。まあ、これも吉田式なんですけど勝手に考えたというか、まあ、ほんなら答え合わせした時に自信ある丸をつけてたのに間違えてたら間違えて覚えてるからもう一回覚え直さなあかんし、三角と×に関してはもう計算問題以外は問答無用で理解できてないということなんで復習してください。復習ももう時間があればちゃんと復習したらいいんですけど、時間がないんで深掘りせずに、この問題のこの答えはローやとかそういう感じでパッパッパーと覚えていってください。でこの復習するときなんですけど、まあ、人はいろいろ目とか鼻とか口とか感覚を利用しながら覚えた方が脳が活性化されて覚えるので、まあ、書いて覚えるのが一番いいとか結構言うじゃないですか。それはほんまにね、間違えてなくていいことなんですよ。でももう皆さんには書いてる時間もありませんので、書くのは
やめて時間がねもったいないんで、一つ目の取り入れてほしい方法としまして、復習するときに声を出しながら復習してください。頭の中でこれはいいやなとか唱えるんじゃなくて、口に出して電線管がなんちゃら、あこの答えはいいのあれやとかね、口で喋って耳で聞いて口で喋ってやっていってください。まあこれの原理といいますか、自分の好きな歌とかって頭から歌詞がね自然に出てきますよね。それって、まあ、カラオケとか口ずさんだり、自分の声で歌って自分で聞いたり、まあもちろん CG で聞いたりとか、いっぱい繰り返し聞いてるからなんですよね。なので声を出しながら復習するっていうのはすごい効率のいい方法で、まあ、記憶力も定着しやすくなるんで、ぜひ取り入れてください。これで今現時点で目と口と耳を使ってるんで、3つの感覚を使ってるんで、目だけで見て覚えるよりかは確実に良くなってます。2つ目は、こうやって書くのと同じ原理なんですけど、手を動かしたり、極端に言えば運動しながら勉強したら脳が活性化されて、まあ、効率がいいって実証されてるんですけどね。実際それはまあ歩きながら過去問解くとかちょっと今難しいじゃないですか。でここでおすすめなのが、僕普段はめっちゃ嫌いなんですけど、貧乏ゆすりがすごく有効なんですよ。足を思い切り動かしてるんで、手を動かして書いたり運動しながら勉強したりしてるのと同じ効果があるんですよね。貧乏ゆすりって普段僕はね見てたらイライラして、ちょやめてやって言うてまうタイプなんで、まあね普段はしてほしくはないですけど、ほんまにね勉強の時とかは集中力高まるんで、ぜひ取り入れてください。これもねいろんな大学とかが研究してるみたいで、ネットで調べてもらったら実例っていうのもいっぱい出てきますんで、まあ、よかったら興味ある方は調べてみてください。ほんで3つ目なんですけど、これは吉田ラーニングって名付けてて、周りの人らも吉田ラーニング方式とかなんかおちょくられてるのかわかんないんですけど、名付けられてるんですけど、電気一級施工管理技士の試験の時は本当になんかもう難しくて、僕にはね覚えれなくて、まあなんかその目とか鼻とか口とか貧乏ゆすりとか、それを試してもさらにもっと効率よく勉強する方法ないんかなってことでたどり着いたのが、この今さっき復習してるタイミングで声を出して呼んでるじゃないですか。それをちゃんと後から聞けるように、携帯とかでボイスレコーダーっていうアプリがあるんですけど、無料でねいっぱいあるんで、それで録音するんですよ。それをテスト当日までもうずっと流しましょう。僕はもうそのテスト期間の時は寝てる時も、まあ、睡眠学習って言ってちょっと記憶に定着するらしいんで、これもね睡眠を邪魔するとかちょっと健康的な面で悪い部分もあるかもしれないんですけど、僕はとりあえず受かりたかったんで、もう寝てる時もずっと自分の声を流してたし、まあ、これは仕事的には良くないかもしれないんですけど、僕ちょっとその時たまたま融通が効く現場やったんで、まあ、片耳にねこうイヤホン電話するやつ、結構みんなこういうやつですね。僕はケンウッドってやつの17時間でしたかねずっと再生できるやつを使えるんですけど、まあもちろんね使用用途は電話のためなんですけど、まあ、これでね音楽の再生であったり録音データの再生であったり、ここでも流しとけるんで、まあ僕は現場でテスト期間をここで聞いてましたねって感じで、まあちょっとその集中力が途切れて事故が起きるとかそういう問題もあるかもしれないんで、そこは皆さん自己判断でやってください。僕はまあ一応おすすめします。どうしても借りたいんやったら、まあ、この方法で1級電気施工管理、僕2級飛ばしたんですよ。ちょっと無謀かなってみんなに言われてたんですけど、無事一発で合格することができましたんで、ぜひ試してみてください。では皆さん、勉強方法としてはこんな感じで、残りの時間ねもう限られてるんで、ゲームしたりとか漫画したりとかいろんな欲望があると思うんですけど、もうね2日だけなんでちょっと我慢してひたすら勉強してください。僕も電気工事士2章受けた時は入社したてで、経験3ヶ月とかで、しかも3ヶ月とかってもう掃除とか雑用とかしかねさせられてないんで、電気について何も触れてない、何もわからない素人やった僕なんですけど、でもともとその高校大学もね誰でも入れるようなとこで、勉強自体は本当に苦手な僕なんですけど、そんな僕がどうしても勉強がしたくなかったんで、勉強の回数を減らすためにより早く覚える方法とかをめっちゃ調べて、2週はねその1日前に今言ったような方法を使って勉強するだけで受かっちゃったんですよね。だから今ちょっとやばいなと思ってる皆さんも、ちゃんとこの時間を無駄にしなければ合格は絶対できると思ってるんで大丈夫です。2種持ってる人をバカにするわけじゃないんですけど、難易度としては国家試験の中でもすごい難易度の低い簡単な方な部類の試験に入るみたいなんで、そんな気負いせずに軽い気持ちで取りましょう。ではここからね本題と言いますか、本番の試験当日の試験問題の解き方に入っていくんですけど、ここからね裏技も交えて解き方と必勝法を教えていきますね。
で試験の当日と試験の前日の、まあ、心構え取り組み方っていうのは僕別動画でも去年出してるので、もし気になれば概要欄に貼ってるので見てみてください。一応これを実践して受かりましたってメールくれたりしてるんで、ほんまかわかんないですけど、一応ためにはなったみたいなんで、まあそれもメンタル的な話なんですけど、ぜひ見てください。で、まあ試験会場に着きました。いざ実際試験をやっていくんですけど、ちょっと今ホテルなんで雨の音とか入ってしまってるかもしれないんですけど、許してください。これはわかるぞってやつからパパパーっと解いていてください。まあ、ちょっと時間かかりそうなやつはとりあえず一回無視して、わかるやつをパッと解いていきます。ほんでまあちょっと自信あるやつとかも次に解いていって、これで皆さんが何問解けたかわかんないですけど、25問ぐらい解けたとしましょう、半分の。残り25問ですよね、ちょっと自信がないやつ。ここからが裏技の登場で、お金払って電気工事士テスト対策の講習行ってたり、まあ周りに電気工事屋さんがいっぱいいてたりしたら、まあ、結構有名っちゃ有名な、知る人ぞ知る、情報なんで知ってる裏技かもしれないですけど、電気工事士2種の E とローとハート2の回答数の数って基本的にまんべんなく50問あるんで4で割って 12.5 っていう数字になるんですけど、大体その数なんですよ。 E もローもハート2も毎年。僕もこれ昔からあるデータなんで、今もちょっとその状態か自信がなかったんで、さっき電気工事士受けてる友達に参考書の回答を写メで送ってもらって、10年分僕計算して、E が何個とか全部ちょっと時間かけて記入してきたんで、こんな感じで今からこう別動画で流すかちょっとわかんないですけど。で10年分今見ていってもらったんですけど、だいたい 12.5 前後ぐらいの数やったでしょ。27年下期と、25年上期についてはちょっとイレギュラーで10個とか9個とかそういう数もありましたけど、これを利用して自分の今の答え、 E が何個なのかとか、 ロー が何個なのかとかを、まあ、どっか空いてる余白とかいっぱいあると思うんで、そこに書いていってください。ほんなら、この時点で、ハート2の数が極端に少なければ、ハート2の確率は上がりますし、E を20個も使ってたら、まあちょっとおかしいですよね。この裏技も、今年はイレギュラーが起こるかもしらんし、絶対確実とは、ちょっと僕の口からは言えないんで、自力で頑張っては欲しいんですけど、諦めて適当に、あ、もう E でいいや、みたいな、書くくらいやったら、ちゃんとね、こういう一応データも出てるんで、確率論を、利用してもらった方が正解率は上がるので、ぜひ使ってみてください。はい。ちょっと長くなったんですけど、参考になりましたでしょうか。まあ僕はね、本当にいつもね、僕のチャンネルを視聴して支えてくれてる皆さんとか、まあ今日ね、初めて、見に来られた方もいると思うんですけど、本当に電気工事士さん、一緒に働く仲間が増えるのは、今、手薄な業界なんで、嬉しいことなんで、本当に皆さんが合格するのを応援してます。今日見てくれた人は、吉田塾の一員です。はい。勝手に決めましたけど、ってことなんで、みんなのね、合格発表とか、まあ、僕もこの動画一生懸命作ったんで、せっかくなんでね、楽しみに待ってます。それとまあ、宣伝になるんですけど、僕はこれからも電気工事に役立つ情報を、まあ、頑張って配信していきますんで、この動画が少しでもためになったなとか、思ってもらえましたら、高評価とチャンネル登録をしてもらえると励みになります。では皆さん、残り2日しかありませんが、頑張ってください。応援してます。今日はですね、9月の16日、深夜はね、10月24日だから、9月24日から勉強しようと思ってそうそうそう。でもまあ、それでも俺的にはいけると思うねんけど、まあ皆さんもなんですけど、まず自分の能力を測ってほしいんですよ。で今、正直わからないの見ても。うん、全くわからない。わからんでもいいから、とりあえず1年分やってほしい。で、これは、まあ言ったら、初めて受ける人でも、頭のいい人と頭の悪い人がおるやん。俺悪い方や。そうやろ。ちゃんと学校行ってて理解力がある人、基礎数学とかがわかる人は、いきなり問題やらんと理解してくれる方っていうのをやっていってもいいねんけど、深夜とか勉強しても多分わからへんやん。っていう人はもう実践を積んでいった方がいいと思うからやっていくねんけど、まずな、例えばこの1番から10番ぐらいまでっていうのはもう基本な、計算問題ね。学校でも計算とかほぼやってなかったようなもんやんか。これはもうやらない。もう1から10は大体毎年ね、計算問題なんで、もう E とかローとかハーとか適当に書いてください。ここに時間を使うことはもったいないんで。で、ここもコンセントの組み合わせとしてとか、まあこれはもう数字が出てきたらほぼやめてください。もう適当って感じ。うん、もう考えない。考える時間が無駄やから。で、こっちの言ったこの辺からもあとは暗記系になってくるから、そういうのはこれから勉強して
していくんやけど、それでも時間ができたってなったらこっちも攻めていく。余裕できて、その計算も式も覚えるってこと？でも俺はそこまで余裕できひんと思う。でもこれは計算できんでも十分受かります。それはもう実証済みなんで、どうしても計算も理解したいっていうのやったらやったらいいと思うけど、これ終わってさらに余裕があってから手を出してほしいですね。多分俺はそんな余裕できひんと思うからってことです。これが必勝法です。深夜は問題読んでも、いや電気屋さんじゃないから、うん、この辺でも多分ほぼ分からんと思う、ね。まあ、分かる問題も出てくるかもしれんけど、もうとりあえず文章を読んで、もう自分の考えすぎない、うん、初めてだから。とりあえずここに俺が作った回答用紙、これは YouTube でも皆さん欲しい人配るんで、例えば30番、パーッと読んだとするやん。電気工作物に関する記述としてみたいな、それ読むだけで頭痛いやろ。うん、痛い。勉強するだけで頭痛いけどな。まあそれをとりあえずこうやってな、勉強して文字になれるってことも大事なんですよ、うん。まあ、とりあえず E から2まで読んで、うん、もうほんまにピンとハっぽいなみたいな、そんな感じでいいから、30番をハーと書くと。でそのハーって書いた中で、ほんまに山勘なのか、ちょっと自信あるぞと、これなんかで習ったかもしれんぞっていう時は三角、あこれは絶対いけるっていうのは丸っていうのを横につけていってほしい。ああ、なるほど。こっちにこう回答して、で、うん、こっちに自分の山勘かって書く。ああ、なるほど。ほんなら後で復習していくねんけど、丸になってんのに間違えてたらもうそもそも理解が間違えてるやん。うん、そういうことになるな。で三角やったらまあまあ自信あって、合ってたらそれはもうまあまあじゃなくて完全に知ってたってこと。三角で間違えたらやっぱり理解できてませんでしたと。で×で、例えばさ、こんなん E とか RO とか HA とかって書いても適当に合うから、で丸にしたから勉強せんへんっていうのが怖いねんな。わかる、うん、たまたま HA って書いて合うたから合うただけやのに、これ俺合うてたからもう勉強せんでいいってなったら、次違う2とか出されたら合えへんやん。ああ、確かにな。だから正解してても山間で正解してたらただのまぐれなんで、うん、その時はちゃんとこう回答を見て勉強していくっていう方法で、まず、何年やったら23年か。あ、そうそう、23年。じゃあぶっつけ本番で、23年やっていってもらうんで、じゃあ頑張ってください。はい。深夜の初めてのテストね、8時から開始して、まあ、大体45分かかりました。まあ、テスト時間的には問題ないねんけど、これからもう何問も過去問やっていかなあかんから、まあ、深夜もね、皆さんも30分とかで、スラスラっとやれた方がいいんで、だんだんスピードを上げていきましょう。じゃないとね、多分ね、毎回やる気なくしてくるんで、じゃあ、僕編に変わります。はい、ということでね、深夜くんの問題が終わったんで、答え合わせしていこうと思うんですけど、まあ、結構テキストどんなのがいいんですかって聞かれるんですけど、スイート合格とか結構人気なんですけど、まあ、これはね、やる人によるんですけど、深夜みたいに、ほんまに合格を目指す人って言ったらいいかな、まあ、ひたすら問題を解いた方が頭に入るんじゃないかって人には、僕はこういう過去問がひたすら載ってるやつがおすすめだと思います。で、まあ、この初めの方のページにこう、例えばこうやったらね、薄光電線管とはこれやとか、こういうちゃんとした、ね、説明もちょろちょろ入ってますし、コツとしてこの1ページ目から攻めていく人おるんですけど、こういう説明から、それはそれですごいいいことなんですよ。理解しようと、そういういいことなんですけど、新薬も含めてあまりこう勉強できない人は、こういうところから始めてしまったら、問題にたどり着く前に挫折してやる気が出なくなってしまう。というのでね、僕もまあ、もっと同僚とか後輩とか、まあ、先輩もなんですけど、みんな押していってます。まあ、それで私もいけるんですよ。勉強できる子はね。だから、もうこんなの僕的にはもう後回しです。まずは実践です。こう過去問が、これはもうひたすら、もう毎年書いてて、その問題の答えに対するプラス説明もあるんで、僕はこれが今回いいかなと思って、深夜君にご参加しました。ということで、深夜の初めてのとりあえずやってみたやつなんですけど、何点だったか、皆さんでお願いします。まあ、こう、問題の後にこういうふうに答えが一覧に書いてるんで、あこの10番までで1問しかあれへん人結構珍しいですね。ここは単純の3問ぐらい合うんです。11番、10番、6、13番、6番、15番、8番。はい、マスクが終わりました。丸の数が18個あるんで、これは ×2 にするんで36点です。最低限必要な合格点数は60点なんで、14点足らんのかなってことは7問足らない。まあね、初めてにしてはいいんじゃないかなと思います。逆にせやな、あと7問って考えたらなんか気楽やな。気楽やけど油断したいことね。まあ確かにな。これほとんど多分山間やから。山間、うん、たまたまもうほぼ、ま、完全36点いったようなもんやから、うんうん、まあまあでもまあ一応ちょっと理解してると思うんで、あとはここさっき僕が言ったように1番とかこれ分かったのかな。うん、分かった。1、2、あ、こんなほら自分では分かったって書いてても間違ってる。うん、28どんな問題だったの？で、28はですね、これは電気工事法に違反しているものは、あ、違うんや、それ。うん。これは多分2ですね。うん、そう。これは電気工事法、これはまあ、法律的な問題なんですけど、いろんなね、こんなことをしたらいいですか、悪いですか、みたいな。これの答えは、またこれね、難しいことで書いてますよ、またね。でも、これを簡単に言うと、電気工事士の2種とか、1種の免許なんですけども、まあ、現場に持って行って、紛失したり、まあ、濡れたりする恐れがあるので、ね、営業所ね、皆さんで言ったら、勤めている会社とか、家とかに保管して、作業に従事したって書いてあるんですけど、これはダメですね。常に持ち歩くこと、常にとか、工事するときはね、っていうのが、法律が決まってるんで。っていう感じで、テストが終わってから落ち着いて、こうやって回答を見ながら、まあ、ちょっと深夜とか言ったらな、
分かれへんと思うから、とりあえずちょっと調べて分かることは調べたらいいと思う。でも見ても調べても全然分からへんってやつは諦めた方がいいからね。それに1時間とか使ってたら後々の勉強がしんどくなるんで、まあ皆さんもなんですけど、であとは深夜とかやったら近くに僕がおるから僕に聞くとか、皆さんで電気工事屋さんの人やったら先輩に聞くとか、ここの28番高校これちょっと理解できないんですけどとか、そういう風に進めていってください。またはYouTuber の方、いろんな解説出してるんで、そういうのを見るのもいいと思います。ってことで、次は皆さん何をするかというと、1回目の答えをやったということで、自分の今の現状と、やっぱりこうね、何事にも目標を決めるってことが大事なので、目標達成シートっていうのを僕が今から作ります。それの作り方に行きます。はい。ってことで、深夜のね、2つのチャレンジが終わったんで、ここからね、どういう風にこれからスケジューリングを出していけばいいかとか、僕なりのやり方になるんですけど、まあ、例えばさ、深夜とか高校受験とか、ちゃんとやってないよ。やってないな。多分ね、今までね、勉強とか受験とか、いろんなことやってた人ってそういう風にスケジュール組んだりやってたと思うんですけど、まあ僕も含めてなかなかね、大人だったらねスケジュール組んだり目標を作ることって難しいと思うんで、僕なりにねネットで調べて、ね、実際に医師の電気工事士とか施工管理士とか受かってきたんで、まあ参考にしてもらえたらなと思います。まあまずはゴールから、僕こういうの作ってみたんですよ。作ってみたというか実際にテストを受かった時に自分で作ってやったんですけど、まず24日ですよね、深夜、テスト当日。そうそう、10月の、うん。で、あとはもう休日は、ここはね、上の欄は僕は普通に自分のスケジュールとして使ってました。深夜は、まあ、9月から5日、ほんで23日は僕の動画でも言ってるんですけど、余裕を持ってほしい。1日前は、うん、リフレッシュするぐらいゆっくり寝る。そこの人はもうほんまに何もしなくてもいいぐらいの勢いでいってください。で、ここでは22日には80点平均取れてるようになってほしいです。結局過去問やから答えを覚えちゃってると思うんですよ。で、実際にまあ、80点もあればちょっと応用を聞かされたとしても60点以上絶対取れると思うんで、まあ、22日までには80点を目標にしてほしいなっていう感じです。で、これの使い方なんですけど、まあ、9月からいきましょうか。今日が16日、今日やったやつ、平成23年の、下期の問題をやりました。で、僕ここに実際って入れてるんですけど、あ、ごめん、これ僕今パソコンがあるんでパソコンでやってるんですけど、パソコン持ってない人もこうやって印刷して自分でね手で書いていってもいいです。10月の24日テスト当日、こういう風に、ね、手で書くこともできるんです。で、何点やんだっけ。36点。まあ、これは、ね、何年をやるかっていうのを書いていって、結局最後印刷して、もうあとは手書きで毎回何点やったっていう感じです。で、9月か、うん、深夜は日曜は休日だよな、うん、基本はな。で、こう、まあ、土曜日とかは例えば京都、現場とか、こういう風に大阪、丸々現場とか、まあ、僕職人なんで、どこの現場とかスケジュールを入れてました。やっぱりスケジュールを早くしてたら、この現場ちょっと早く帰れるとか、この現場多分残業になるとかね、あると思うんで、それも加味して、まあ、スケジュール組めばいいのかなと。まあ、ここに関しては深く考える必要はないかなと思います。あとは今深夜が今の状況で、まあ、皆さんもなんですけど、なんか確実に夜ちょっと無理やでっていう予定ある日とかある？一応ある。いつ？9月の27か、うん、27本にちょっと実家帰る用事があって。実家に帰る、まあ、この日はもう言ったら勉強お休みでいいと思います。うん、あとは10月の5日と、15日にちょっと、ズームで打ち合わせを。ズーム仕事の会議。そうそうそう、ズームの仕事会議、まあ、この日も5日15、まあ、この日はもういいです、休みって割り切ったらいいんじゃないかなと思います、うん、やっぱ休む時は休むって割り切った方がいいってことか、うん、まあ、これも後で説明するんだけど、うん、どんだけその時にできてるかにもよりますけどね。ああ、なるほど。とりあえず休みもあった方がいいと思うから、うん、あとはこれ的なやり方やねんけど、明日から勉強開始、9月17日から開始するとして24日まで38日あります。でもテスト当日と1日前僕リフレッシュしてほしいって言ったんで、それマイナスにしたらあと36日あります。で、それね、僕の時はね、上期とか下期とかなかったんですよ。だから僕は過去10年分を2回20問ってやってたんですけど、今言ったら上期下期があるから過去10年でも20問あるじゃないですか。だからちょっとしんどいけど、過去10年上期下期両方と、あとは深夜のランダム、まあ、視聴者さんのランダムで10問ぐらい、まあ、点数悪かったところでいいんじゃないですかね。こうやってデータ残っていくから。ああ、なるほどなるほど。一番ワースト10位、27年60点しか取れてなかったとかやったらどうやっていく。だからそれが30問あるんですよ。ほんなら36日あと日にちがあって、30日ったら3回余裕があるじゃないですか、休めるじゃないですか、うんうん、でも深夜今3回使ってる。だからあと3日休みがあるんですよ。で、こっからはまああとは日曜日は休みたいとかやったら1日2問やったらいいし、頑張って1日3問やったら休みも増やしていけるっていう感じだけど、まあとりあえずオーソドックスに普通に前から埋めていったらいいと思いますわ、うん、とりあえずは。だからもう順番にやっていく。昔からもう1問ずつ、1年やな、そうやな、 1年ずつのやっていく。ほんなら下期今日やったら、まあ、明日上期にすると、こういう感じでね、手書きでもパソコンでもいいんで書いていってください。で、19日休日やん、特に予定もないから、うん、
なしなど、いや、ある仕事が入ってる。まあ、夜に1年分ぐらいするようにしようか、うん、まあ、もしこれ仕事ないでしょ、なかったらあと楽したいから、うん、ちょっとここ2年分やっとこうかな、1日休みなわけやん、って感じで、あの前から埋めていってください。で、埋めて印刷します。まあ、例えばちょっと印刷するわ、まあ、10月やったらもう20日だから、ちょっと適当に書きますけど、平成30年2回目、まあ、この色とかはね、あの自分の好きなように分かりやすいようにしたいと思います。これは Excel で作ったん？ Excel で作った。これももし欲しかったら、あの概要欄に貼っとくんで。あ、そんなんも貼れるんや。うん、あの、今ファイルにアップして60日制限なんですけど、結構楽しんで入ったら実際に印刷しました。まあ、この日22日平成の25年紙機をしてたとして、まあ、85点とかになってたらいいですよね。こんな感じで、あの、分かっていくんで。で、あとはまあ、例えば10月6日平成25年2回目やから、もう僕的には80は取れてると思うんですよ。さすがに2回入れたら。で、もし深夜がめちゃくちゃ理解力なかったとして、全然取れてませんと、46点やったと。ちょっとやばいな、うん、やばいな。ほんなら僕はあの30年分をやってくださいって言ったけど、このままじゃやばいから、やっぱ次の日から2年分やろうみたいな、うん、っていうどっかで調整もしてください。逆に減らしてもいいと思います。もうめちゃくちゃもう1回目の試験から取れてると。ほんならちょっと30年目か25年分にしようかなとかに、あの、減らしてもいいと思います。どうしてもやっぱみんな仕事とかも忙しいと思うんで。だから僕はやっぱり初めに借金をいっぱい作る。僕は借金だと思ってました、うん、だから借金が20年分もあると。だからもう僕は借金したくないタイプなんで、このお金もね、あの、借りたこともないですし、もうなるべく早く返したいと、もし借りてしまったらっていう気持ちで、今日3年やろうとか、明日も3年やろう、ほんならもう3日で9年分できるじゃないですか。ってことで僕はもう出版から飛ばしてました。まあ、それは人それぞれなんで、あれやと思うんですけど、結構ね、あの、僕動画出してみて、途端ば2日前でやばいって言う人多かったんで、そうならないように余裕を持って合格できるように、もう無理してでも初めに2年分ずつ入れるのも作戦かなと思います。ちょっとずつやってみるし。って感じで、これが僕なりのスケジューリングってことで、こうやって、これをね、自分の机の、僕はここにこう、もうテーピングして、書けました、会社に。みんな見るし、実際、70点とか、40点とか書いてたんで、これやっぱ、従業員の人とかが、お、こいつやばいな、とか言ってくれるんですよね、みんな。40点やったんや、昨日、みたいな。やばいんちゃうみたいな。70点やったんや、頑張ってるやん、とか。そういう会話にも繋がるしね、いいんじゃないかなと思います。まあ、結婚してる人は奥さんとかね、見てくれるしね。なんか質問ある？いや、どうやろうな。1日に2年分やらんと、同じ年度を2回やったりしてもいいかな。いいよ、いいけど、僕は意味ないと思います。だって、もう答え見て、そのまますぐに同じ年をやるから、あ、分かって当たり前やん。あ、確かに。ある意味、すぐにもう一回やり直すから、理解は深まるだろうけど、うんうん、僕は、まあ、あの、1年ずつやりたいかな。うん、まあ、結局2回目っていうのはちょっと忘れた頃に来るじゃないですか。10年分人とれて次やってるから、その時にやっぱりテストを受けるのって、実際にあの勉強したのが10日前に勉強したのが出てくるとか、そういうのなんで、人間って次の日ぐらいやったらね、覚えてくるじゃないですか。それが2日3日ってなったら、だん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 忘れていくっていう仕組みやと思うんで、やっぱり実際テスト同様、もう次2日同じ年のやるっていうのはやめてた、うん、そんなに自分の身のためにならないんじゃないかなと思います。なるほど。とは今パッとはあまり浮かべへんけど、多分、いや、勉強しだしたら出てくるんちゃうかな。またその時に。わかりました。って感じで、スケジューリング編でした。まあ僕は、あの、新谷君に原稿紙受かってもらいたいんで、ちょっとこのプログラムは一緒に10月の24日までお付き合いして、視聴者さんの皆さんとも一緒に報告できるようにやっていこうと思います。お疲れ様です。今回、電気工事士、素人の深夜が遅刻するシリーズ、途中経過編、最近調子が悪いということで、まあどうしたのかなと思って、深夜って、今どうなの？何点ぐらいなの？大体今54ぐらいかな。今の一番最近の点数が、うん、まあ、ちょっとやばいよな。10日前にして、そう、もうこの時点で俺の予想は70ぐらい取ってるだろうなと思っててんけど、まあ、視聴者さんの皆さんもそれぐらいは取っててほしい時期ではあるかなと思うんですけど、前のシリーズでやった目標達成シートもちゃんと作って、まあ、真面目に俺やるやつやなと思ったから、そんなね、勉強もあんまり教えてないけど、ちょっとやばいなということで、次だっけ、あの、はい、あ、持ってきた、ちょっとあれ見せてもらって、何が原因なのか。じゃあ9月から、まあ、この16日が、あれやね、深夜と一緒にやった時、じゃあ俺と一緒にやった時36点。これが初スタートでした。で、17日がちょっとサボってるのかな。18日38点。ちょっと進歩したかな。まあ、まず点数っていこうか。20日50点。22日50点。24日68点。たまにいい点数くれます。たまに。25日60点。28日52点。29日46点。で、31日9日1日は飛ばして、10月2日54点。4日58点。6日58点。8日70点。5日72点。で、この辺言うの。うん、11日54でまた落ちてると。っていうことで、ざっと今見てんけど、なんやかんや思ってるよな。16日一緒に YouTube を撮って、深夜も、すごい、俺頑張るわ、みたいな。モチベーション上がってたやん。速攻17日やってるやんか。これなんなんだよ。
いや、まだ時期的にいけるかなと思って、ちょっと余裕をかましてる感じですかね。まあ、まだ1ヶ月以上あったし。そうそうそう。まあ、それはいいかな。18日。ほんで、次の日はちゃんとやってんや。うん、やった。で、19日、休んでる。うん。これは、1日、ほら、仕事も休みやん。休み。いっぱい時間あったと思うんだけど、俺、前の動画では、本当に2年分ぐらいやってもいいんちゃうかな。言ってたの。アドバイスをしてたんやけど、してましたね。休日の日で休みもらってます。ああ。まあまあ、ここはとりあえず。19日は許してあげましょう。22日だって50点。まぁ、ちょっとずつでもこれ成長がね、3回目出てますよね。で、21日、仕事って書いてんねんけど、仕事っていうのはないっすよね。はい、どういう意味なのかな。ちょっと仕事で、残業なって遅くなってしまって。あ、それ何時ぐらい？だいたい8時ぐらいですかね。に、仕事が終わって、3人帰宅ぐらい。そうですね。皆さんに言いたいんですけど、皆さん時間がないとか、まあ深夜もこの仕事、残業っていうことなんですけど、何時ぐらいいつも寝てます？僕寝るとき大体12時。12時ですよね。で、今回8時半やから、まあご飯、洗濯、お風呂ぐらいですよね、やることって。そうですね。1時間ちょっとぐらいですよね。それをこなすのって。4時間半。1時間半はそのご飯とか。3時間あると思うんですよ。絶対時間余ってると思うんですけど、みんなね、残業やからとか、なんかこう仕事がトラブったからとか、それがもう12時とかってしかないと思うんですけど、ちょっとこの8時で仕事やからできませんでしたっていうのは、ちょっとね、毎日やってた上でたまにやったらいいんですけど、うん、ほんまに受かりたいんやったら僕もうちょっと頑張ってほしいな。8時で残業疲れてるかもしれんけど、後が仕事なので、お願いします。はい。で、まあ22日、次の日は頑張ってんやん。どうってね。次は。23日、これ仕事。まだ同じかな。まあまあ、また同じことの繰り返しになるんで、言わないですけど。20から60を勝てんで、それ次の日やるっていうのは。いい点数取れたんで、次もいけるかなと。ちょっと調子乗って。でも、それで調子乗るのはいいことだと思います。やっぱりさっきこう毎日毎日モチベーションを上げていくのが、で、珍しく2日連続で、60点。で、26日は、あれかな、日曜日は休んでるな。まあ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 、いいでしょう。で、27日はこう、実家に帰るっていう、うん、なんか家族もあればあると。うん、それは仕方ないです。28日、52点。29日。お、28日、次の日やる、出てるね。うん、これは。ちょっと、実家帰って、1日ずつ開けてた感じやったけど、連続して開けてしまう形になってたから、やっとかなあかんかなと。まあ、実家に帰って、こう、お母さんの顔見たりする、ほっこりして、頑張ろうかなっていう。まあ、そういう気分転換が大事ですね。友達に会うとかね、いいと思います。で、この30日。YD って書いてるんだけど、これは、フックセンス。ちなみに YD っていうのは、うちの会社なんですけど、確かに聞いたね。30日1日と、勉強教えてくれと。新谷くんがつまずいてたのは、配線図の問題がちょっとどうしても理解できんからってことで、フックセンス。どうせ実技でもやらなあかんから、フックセンス覚えようかって。今とりあえずは、理解してる。理解してる、今は。まあ、この2日間はみっちり、夜ね、配線図やりました。まあ、それはいいと思います。で、その次の日の2日は、配線図覚えたし、ちょっとテンション上がって、やろうなって。54点。でも、成果は出てないんですよ。出てないけど。まあ、日曜日は休み。4日58点。5日、ズーム仕事会議。まあ、これはしゃあねえな。6日、58点。7日、なんかこう、やる気が入ってる。いや、せっかく、伏線図教えてもらったのに。ああ。なんか、思ってたより、いい点数が取れずに。そっか、あんだけこうな、理解したのに、みたいな。うん。で、ちょっと、凹んでた部分があって。とりあえず、ちょっと気分転換しようと思って。はい。気分転換しよう。そうそう。何もゲームとか。いや、ぼーっと。ちょっと溺れた気持ちもあるんですけど。最後にします。はい。8日、70点。まあ、これ気分転換のミノさんかな。そうか。で、これあれか。いつもの。8日70点調子よかったから、次の日もやるぞと。これを毎日このメンタル保ってくれたら、俺は何も言わんでもいいねんけど。まあまあ、72点。で、これ休日やから、休んだんですね。これあかんかったんかもな。こう、72点調子よかったから、もう1日頑張ったらよかったんかな。思いますね。11日、やっぱりこう、日曜日休んだら54点っていう、これかかってしまって。なんか連休って書いてて、3日ぐらい休んでるけど。これは、70点取れてたのに下がったからめっちゃやる気がなくなって、とりあえずもういいかなって、なんか投げやりにやっちゃいましたね。それが12、13、14、14で昨日で、今今日起きたから、こうメンタル下がってて、ちょっと俺のところに駆け込んできた感じですね。そう、どうしようっていう相談を。今の継続が力なんていう、もうありふれた言葉なんですけど、本当にあれが大事かなと思って、僕もちょっと元気くやったんです。で、やっぱり新谷くんは今今日15日でまだあと10日はあんねんけど、まあ、僕も含めて新谷くんも勉強できない方じゃないですか、うん、みんなで半分で能力って考えないとダメなんで僕らは人の2倍努力しないとダメなんですよ。で、この見られてる方がどんな学歴で出るのかわかんないんですけど、ちょっとあんまり勉強できない人は僕らのように頑張ってほしいですね。ってなると、こうなるんで。まあ、こうなるってまだ落ちたわけじゃないんですけど、この調子で、また2日に1回サボってちょっと早いかなと思います。初めに計画を、ね、立てたんですけど、新野さんは、ちょっと、明日からも、ちょっとやっていかないと、まずいかなと思います。で、皆さんも、同じような、
結果になってしまってる。あと当該の50何点しか取れてない人はちょっとやね、平均して、まあ、22日で80点取ろうっていうことやったんで、それぐらいは目指してほしいです。まあ、平均80点はいい好きかな。75点でもいいですわ。まあ、70から80は平均して取れてたらとりあえず落ちることはない、うん、と思うんで、それぐらいでいきたいなと。ちょっと新薬ね、タモリが多いかなと。まあでも仕方ないと思います。今まで勉強せずに行ってきて、仕事とかはさ、もう15年ぐらいやっていろいろご自信持っていけてると思うんで、やっぱ勉強は自信ないんちゃう、うん、だから勉強っていう言葉を聞いただけですごいこう逃げてしまう自分がいてると思うんですよ。何回かしてる皆さんもそうやと思います。僕もまあそうなんですよ。勉強今まであんまりできてなかったんで逃げてたんですけど、僕もまあこんなことを言いながら一応何個かの手伝いになってきました。皆さんにおすすめの方法があるんでちょっとやってほしいんですけど、ここはジェットストリームの僕ゴールドの名前も取って、これなんかかっこいいから文房具店とかに売ってますわ。カッコつけてサバとかに行くんですよ。こんな周りにはね、サバに意識高い系の人がいっぱいいてるんで、そこでちょっとこうパリッとしたシャツとか着て挑んでもらったら、なんか俺って勉強できるんちゃうかなっていうのに洗脳されていくんですよ。僕はもうそういうのをたまにサバ行ったりして張り切ってましたね。形から入るっていうことじゃないんですけど、皆さんも普段やらないことをサバに行ってみるとか、ただいけんやろ。あんま俺らには縁がないとかと思うんだけど、そういうなんかマジないじゃないか、やってみるとかでもいいと思います。皆さんもくじけずにまだ10日あるんで、10日前で気づいた人は、ね、まあ、全然いいと思います。深夜も何やかんやサボってるねって俺は言ってるけど、薄が2回やってるだけでもなんか甘かしたらあかんけど、僕は偉いと思います。これもっとやってないんちゃうかなと思ってたから、今までやってきてない高校受験もとりあえずどこでも行けるような学校に行って、大学受験とかには縁もなくずっと仕事してきて、そこは勉強っていうのは多分してない。仕事の勉強はちょっとしたかもしれんけど、こんな新野くんがだって2日に1回でも逃げながらもなんとかやってるのは、もう先はちょっときついこと言ったけど、僕は偉いと思うんで、まあ、皆さんも偉いだと思うんで、頑張ってくださいっていう、ほんまに頑張ってるとしかね、うん、言えないです。あとは自分に勝つことです。僕ももうそこで癖ありますけど、なんとかやってきて、とりあえず元気保持者やってました。今から新野くん、新野くんと、まあ、みんなも今から問題やりましょう。夏を放つしかないです。今から新薬に30点の下切り、前の54点か54、一番貯金54点やってんけど、今日は何点取れるんかってことでやっていきます。わかりました。今答え合わせ終わったとこです。66点は取れた。テストで言ったら合格圏内ですね。うん、僕正直この一番最初の10番までの計算問題はほぼ捨ててるんで、当てずっぽで書いてるんで正直落ちてる。まあまあでも実際の問題でも3問ぐらいは合うから、当てずっぽでも、俺もその作戦やから。まあでもそれでも66はね、ちょっとまだ心細いから頑張らなあかんね。やっぱり自分で丸つけてるとこも間違ったりしてるんで、はい、あ、自信があるっていうことやねんけど間違えてると。そうそう、じゃあまだやっぱ理解で、まだ理解ができてないとこも多いんで、ちょっとあるんかなって感じかな。ちなみに今日は何分ぐらいでできたの？今日はだいたい35分ぐらいですね。一番始めた時45分やったもんな。ってことはまあやっぱりちょっとずつ成長はしてるってことだと思いますね、はい、ちょっとでも早く問題解けれたら楽でしょ。うん、受かりそうですか？はいまあ一応これ受かってもらわないと皆さんから続けてどうなったんですかみたいなコメントを無視しないといけない日々送ることになるんで、受かってもらわないことにはとりあえず頑張ります。はい、これ見てる方って同じような境遇の人だと思うんで、何かメッセージあれば。とりあえず過去問を何回もずっとやっていくとたまに同じ問題が出てくるんで、ほうほう、その答えをしっかり覚えてたら意外にいけるかもしれないですね。あとはもう、ほんま、繰り返しっすね。やるしかないっていう感じですね。うん、これが、いい言葉になるのか、ただのざれ言になるのかは、10月24日。僕は15時からなんで。わかりました。その結果をアップロードするので、楽しみにしてください。僕は電気工事の YouTube で、技術的な発信もしますし、腰道具、作業着、今回ね、電気工事士とか、あまり今まで僕は電気工事士の発信をしてなかったんですけど、皆さんに買ってほしいんで、これからの電気工事士の発信も力を入れていこうかなと思ってます。この前の続きになるんですけど、仕事の新薬が電気工事士にチャレンジするということで、10月24日でしたね。そうですね。実は生ライブで結果発表やって、見てくれてる人はもう知ってることだと思うんですけども、まあ、今日改めてどうなったのか発表してもらおうということで、何点だったでしょうか？74点です。ということで、電気全くわからないぐらいの状態から始まって、無事合格できることができました。ってことだけで終わったら、すごい尺の短くなってしまうんで、まあ、いろいろね、この電気工事士の勉強する中で、いろんなこう葛藤とかあったと思うんで、今からちょっとインタビューしてみたいと思うんで、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。では、いろいろ質問していきたいんですけど、はい、そもそもなぜ電気工事の資格を取ろうと思ったんですか？
電気屋 YouTuber さんと一緒に撮影や仕事をさせてもらって楽しいなと感じて、僕自身も建築業の仕事をしまして、電気の工事の依頼がちょくちょく来るんですけども、その時に毎回コンセント一つやスイッチ一つの簡単な交換であったとしても、下請け業者さんにお願いすることになってしまっていたので、着を取ったらその場で施工ができるので、お客様もその場でしてくれて嬉しいかなと思うので取りました。電気に関しては正直まあほぼほぼ知識がない状態からのスタートだったと思うんですけど、はい、まあ、勉強を進めていく中でどんな感じでしたか？もうさっぱり何もわからなかったですね。意味のわからない単語ばかり出てきて、もう頭が痛くなりました。さらに引っ掛け問題などが出てきて、また余計に頭痛くなりましたね。実際に電気工事に携わったことがないので、材料や工具など全く知らないので、名称と意味を一致させるのがほんまに大変でした。わからないなりに勉強していって、日に日に分かっていくようになって、名称や工具など一致していくようになりまして、だんだんと楽しくなってきました。まあ、今聞いた感じなんですけど、ちょっとしたね苦労とかもあったみたいなんですけど、勉強苦手といつも言ってましたが、長い間ね頑張られたみたいですね。ではまあ特に大きな悩みとか苦労とかはなかった感じですか？実は電気屋 YouTuber さんに言ってなかったんですけど、途中で諦めようかなと思っていました。それはなんでなんですか？配線図に差し掛かってきたところから複線図も出てきて、さらに頭が痛くなりました。なぜやめようかと思ったかというと、配線を理解してない状態でまぐれてよかったとしても、実質の工事ができるかっていうのが自信が持てなかったんです。協力業者さんとかにお願いしたらいいかなって、結局はそういう風に自分の中で考えてしまっていました。せっかくここまで勉強してきたら諦めるのもったいないと思って、勉強 YouTuber さんに複線図で配線図などのことを相談しに行ったんですよ。ほんなら、そもそも実技テストで複線図出るから今覚えてた方がいいよって言われました。実技で複線図が必要って知って、なおさら僕から気がしなくなって、もう諦めようかなと思いました。でも電気屋 YouTuber さんが一緒に勉強しようって言ってくれて、一生懸命頑張って覚えて、今回無事に筆記テストを合格することができました。おめでとうございます。電気工事士の筆記試験にチャレンジしてみて、無事今回合格点を取れましたが、チャレンジしてみてどうでした？電気屋 YouTuber さんのサムネでもうバラされてるんで言いますけど、ほんまはあんまり言いたくないんですけど、いろいろありまして、高校を卒業しないんですよ。で、中学の時からも勉強が苦手でした。いろいろと今までの人生の中で挑戦した資格などもいっぱいあったんですけども、やっぱりその勉強という動作に拒絶反応を出てしまい、今更ながら後悔をしています。でも今回僕と同じぐらいの偏差値の電気屋 YouTuber さんもいろんな資格を持ってるってことなので、もしかしたら自分でもいけるんじゃないかと思って挑戦してみまして、無事に合格ですることができました。またこれも自分の自信につながりました。自分もやればできるんだなと今回挑戦してみてよかったです。素直に嬉しいです。次、実技が12月の18日なんで、複線図もしっかり覚えてるんで、実技試験が楽しみです。ということで、ありがとうございました。僕もね、深夜さんと一緒でね、勉強は苦手な方なんですけど、先ほどね、深夜さんが言ってたように、俺には無理なんじゃないかなってことに挑戦することって、まあ、すごいね、いいことだと思うんですよ。今回ね、僕もね、正直ね、感動しました。中卒の深夜さんの目の前で、ちょっとこんなことを言うのは恐縮なんですけども、なぜ大学を卒業した方の採用率が高いのか、皆さんってご存知でしょうか？まあ、それはね、ただただ大学を卒業された方の学歴が高いからとか、優秀とかっていうのじゃなくて、大学をね、卒業するまでに、やっぱりこう受験勉強に挑戦したり、その受験勉強に挑戦するために目標を自分で作って、その目標をクリアしていったっていうね、実績があるからなんですね。僕はね、大学を出れてないんで、それがなんやねんと。何かの本で僕も知った情報なんですけど、悲願だけしていたんですけども、実際に僕も電気工事士とか電気施工管理1級とかいろいろね、無理かなと思いながらチャレンジしてみて、まあ自分なりに目標の立て方すらね、勉強も僕あんまりしてなかったんで、知らなかった状態からまあ自分で調べて目標の立て方とかで、それでなんとかね、合格することもできました。でそんなことをね、踏まえた中で、今ではね、頑張ればこんな俺でも何かチャレンジしてみたらできるんじゃないかと日々の自信につながっています。結論として何が言いたいかと言いますと、まあ、今回ね、表面的に得れた結果としては、電気に触れることだと思うんですけども、僕はね、それよりも、ちょっとそれよりもと言ったらあれかもしれないですけども、この電気工事士に、まあ、苦労しながら合格したことによって、これからまた、例えばね、電気工事士一種とか、まあ、消防設備士とか、いろんな資格がありますか。僕やったら、私やったらいけるんじゃないかと。挑戦できる自分につながることがすごいね、大きいメリットなのかなと思いましたね。ってことで、ちょっとまとめ方が下手くそになってしまったんですけど、皆さんもね、合格した後には、何かこう、今日の深夜さんみたいに楽しい自分が、何かやり遂げた自分が持ってると思うので、ぜひ、めげずに頑張ってください。では、ご視聴ありがとうございました。最後に、ちょっと聞き忘れてたというか、はい、聞きたいことがあるんですけど、はい、まあ、僕の場合は一応電気ね、3ヶ月ほど、
仕事してからやったんで、ちょっとした経験者として受けたんですけど、深夜さんはほんま電気工事、方法を携わったことない中で筆記試験、無事74点という素晴らしい点数で合格したんで、まあ、同じように違う業界から来て不安だらけの中、受験する方も多いと思います。そんな方に向けてもアドバイスというか、ありましたら一言お願いします。まあ、ためになるかわかんないですけども、僕自身やっぱり最初学問をずっとやってて、わからん問題とかもありましたけど、そこでやっぱり気持ち的にわからんからもういいかなっていうめげそうな気持ちになっちゃうんですけども、そのまためげずにまた違う同じ過去問じゃなくて違う過去問をしていくうちに、過去問の中の過去に出てきた問題がまた出てきたりするので、問題をずっとやっていくことがとりあえず知識を得るために必要かなと僕思ったんで、結論から言うと過去問をずっとやるっていうのが僕的には一番自分の中ではいいかなと思いましたね。で、伏線図、図面ですかね、テストのテキストの図面とかあるんですけども、その伏線図とかもわからないところも僕多々あったんで、それはやっぱり近くのおる電気屋さんとか先輩とか分かる人に教えてもらえたら、理解したら楽しくできると思います。ありがとうございました。ありがとうございます。では実技テストも受かってまたアドバイスお願いしますね。わかりました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。本日はね、皆さんご存知ですかね、クレヨンさんっていう会社で、YouTube じゃないんですけど、Twitter とか、まあインスタも最近やり始めてるんですかね。かなり目立ってて、結構面白い投稿とかされてる。知ってる人は知ってると思うんですけども、っていう会社をちょっと紹介してもらったんで、行こうと思います。まあ、電気工事屋さんのね、事務所っていうことで、いろんな材料が置いてありますね。まあ、この辺もまた今度の企画でいろいろ撮らせてもらいたいなと思うんですけど、お願いします。お疲れ様で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 す。稲田社長。あ、はじめまして。で、ラッサンさんということで。はい、はじめまして。今日は電気工事のテストを、まあ、素人の、ね、はい、女の方が撮るってことで、ドキュメンタリー番組っていうことでやらせてもらおうと思うんですけど、ちょっといいですか。僕はクレヨンさんの稲田社長をカッピーさんに紹介してもらったんですけど、二人はどういうおつながりで。カッピーさんの出会いはあれですよね、ツイッターやね。そうですね、はい、ツイッターで。はい、で、なんか、ね、食事会行ってたりとかね。そうですね、もうでもかれこれ4、5回ぐらい、ね、いろんなね、そうですね、来てくれてるね、はい、バーベキュー来てくれたし、行かせていただいております。はい、ということで、まあ、ひょんとしたきっかけからいろいろね、こういうことになって、今日は早速勉強してるんですね。勉強してます。ちょっとインタビューさせてもらっていいですか。はい。じゃあ、はじめましてってことで、僕のチャンネルは電気工事やってまして、はい、同じ業種だと思うんですけど、はい、YouTube で電気工事の資格を、うん、初心者の方でも取れるようにっていうことで、いろいろやってるんですけど、はい、ちょうどいい人がおるなってことで。そうですね。カッピーさんに教えてもらって。ありがとうございます。本当にド素人で。職人さんなんですか？違います。私は、この株式会社クレヨンの人事と広報をやっているので、はいはい、現場には出てないですし、全然職人してないんですよね。資格取る必要があるのかなっていうところからなんですけど。そうですね、多分実務レベルで、実務的なこと言えば多分いらないんですけど、はい、なんかこれやっぱ採用、人事として採用やるとか、広報としてみんなこの会社をね、広めるってなった時に、どういった方がいいかなと思って受けようかなと思って、はい、受けました。まあ、取っといた方がいいかなってことで、うん、まあ、特に意識してるポイントっていうのは。そうですね、やっぱりこう知ることで、例えば新卒で入ってくる人って基本やったことない人、電気工事知らない人とかが多いと思うんですけど、 その人の気持ちにやっぱり人事としてなった方がより一層アドバイスしやすかったりとか、落ち込んだ時励ますことができたりとかするなと思ったところが、まあ、特に一つポイントで、あともう一個は現場に行ったことがない広報人事がふと来た時に、やっぱりこう職人さんがじゃあ何やってるのかとか、実際職人さんとの会話のところで共通言語を持つ
ってすごい大事だなと思ってて、ちょっとでもその食品さんが言ってることが分かりたいなって思ったのがきっかけで受けようかなと思いました。結構かなり強い気持ちで受けられるってことですね。そうなんですよ、気持ちは強いんですけどね、落ちれないですね。そうなんですよ、落ちれないんですけどね、現実的にちょっとね。今回その素人さんが受けられるってことで、はいはい、見られてる方も、まあ、全く違う、まあ、介護職であったり、うん、車屋さんの業界から来られてる方が結構多いんですよね、はい、ああそうなんですね。違う業界ですよね、もともと。そうです、もともと全く電気工事士業界というか全然関係なくって、もともと本当営業職をやっていて、全般もう本当にいろんな営業をやってきたので、なぜこの産経と呼ばれる電気工事業界に来ちゃったのかなっていうのがあるんですけど、まあもともとの本当の最終的なきっかけっていうのは、うちの社長の稲田がうちのこの広報と人事立ち上げてくれって言ってくれたことで来たっていうのが、まあ本当に大きなきっかけなんですけど、じゃあなんでここにじゃあ言われたからって来たのかって言ったところは、やっぱりこの今おっしゃっていただいたみたいに、ちょっとニッチな業界だったりとか、なかなかね人事と広報経験されてる方でもやっぱりこうちょっと苦戦しそうな業界をこう任されるってことは、やっぱりここで何かこう生むことができたら、他業界でもこのここでできたことって生きるんじゃないかなっていうのを思ったので、チャレンジしてみたいなと思ってきたって感じですね。わかりました。ってことで今日は10月7日、はい、でテストが30日ってことで、はい、まあ本当はね1回目勉強する前から取りたかったんですけど、ちょっとね、はい、お互い都合が合わなくて、はい、取れなかったんですけど、今はどの段階というか、どういう風な勉強方法をしてたりとか、まあ会社から何かしてもらってるとか、うん、僕がアドバイスして、はい、元々はね受かれるプロセスを作っていくっていう予定だったんですけども、はい、いろいろ会社でも研修とか受けてるってちらっと聞いたんで、はい、もう今回僕は関与せずにクレヨンさんの会社合格へのプロセスっていう感じにしようかなと思って、僕はただ取るだけ。わかりました。ってことで今の現状を教えてほしいんですよ。今はその一番最初に。やったことはまず過去問をとりあえず今の力でやってみてって言われて、職人に言われてでやってみたんですよ。そしたら一番最初は5問だけしかできなかったんです。だから10点ですよね、うん、あれ選択問題なんで適当に書いても10問ぐらい合うんですけど逆になってますね。そうなんですよ。なんか下手にこう解こうとしてやりすぎちゃって、はいはいはい、でことごとく外したというところで5問でした。山間入れて5問ですよ。ほぼ山間じゃないですか本当にそうです、はい。一発目が5問で10点だったってことなんですけど、はい、今どれぐらいやってるんですか、何問ぐらい、ざっくり5回分っていうんですか、5年分1年分の5回というか、今前期後期があったりとか午前午後とかがあるんで、はい、何年っていうよりか、まあ、10回分ですね。そのテストが違うので、はい、10テスト分ぐらいはもうやってるんですけど、まあ、最初5問しかできなくって、1問目が5問、1回目がそうです、5問です。2問目は次が10問ぐらい、11問とか10問ぐらい、22点ぐらいですね。そうです、はい、でその後が13問とかになって、はい、15問ぐらいになってちょっとずつ増えてたんですよ。で17問ぐらいまでいって、はい、そしたらそこから20問までちょっとおっ桁変わったと思ったんですよ。6問目ぐらいから20問ぐらい、そうです、そのぐらいからだいたい20問あるんだったんで40点ぐらい取れるようになったんですね、はいはいはい、そしたらまた15問17問にまたこう行って、はい、また20問に行ってっていう、ここを今繰り返してる状態です。はい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 。ことは今平均したら何点ぐらいですか。平均は多分30点ぐらいかな。そうだと思います、30から35点ぐらいがいいとこ取れてるぐらいかなっていう感じ。じゃあちょっとね、うん、このままじゃああと30点足らないんで、ちょっと頑張らなまずいかなっていうところですよね。はい、それで今もちょっと社長にいや違うでしょっていう教えをいただいてたんですけど、今日は社長に教えてもらってる風景っていうんですかね、はい、どんな風に勉強してるのか、はい、ちょっと撮っていきたいと思うので、はい、わかりましたお願いします。はい、ってことでいつもの勉強内容ってことで、社長は夜中とかに付き合ってあげてる感じなんですか。そうなんですよ、大変ですねなんかね、本に受かりたいってことなんでちょっとじゃあやるか言ってやってるんですけどね、毎日ってたことです社長とこうやって2人でやったり、他の従業員さんがナッツンさんのまあ面倒見るというか、はい、講習したりって感じですね。そうですね、教えてくれます。ほんま今日はいつも通りというかの感じを撮りたいなと思うんで、はい、お願いします。な、じゃあちょっといつもやってるこのな写真で何の道具とか、これな、まず覚えていかんとさ、これ電気工事士の必須のやつやから、これ何もなかったら何もできんね。だからもう全く分かんないんですよ本当に本当に分からない。こんなのとか見たことある？ないですよ。これでもこれは電気屋だけじゃなくて、このハンダゴテっていうのよく使うやつね。ハンダゴテってなんかさ、小学校の時になんかこうジューってあれ今日何やその銃なんかこう何しんねんそれ技術の時間とかにラジオ作りましたよね。あ、そうです、そうです、ね、あのなんかこう合ってますね、合ってますね、はい、ジューってやるやつ、ジューってな、なんかこう
銃ですね。銀のやつ。銀の。ハンダを溶かして。あ、そうです、ね。そう。銃でこうやって丸くやつ。電気を通るようにして。あ、そうです、そうです。それやりました。それの大きいバージョン。大きいとかないけど、その用途がいろいろあるから。あ、そう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 。こういうのも、な、手動の油圧の圧着。手動の油圧の圧着。これ別名なんて言うんでしょう。知らないんですよ。そんな出ますよ、テストに。テストには出へんけど、これは現場のリアルな。いや、ちょっと待って、今。現場では、こういう風に言うよっていう。なんかこれ取ってこいって言われたことどうなの。職人さんとのコミュニケーションをってね、言ってましたもんね。今も共通言語って言ってたよ。今ちょっと、教えましたよね。めっちゃいっぱいいっぱいになりすぎて。これはね、シュポシュポって言ったりするから。なんでシュポシュポって言うんですか。こうやって、シュポ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 ってやる。そうなんですか。ちょっとおもろない。いや、嘘、面白い。シュポシュポって。じゃあ、笑ってるけど、なんでシュポシュポって。なんかこうやってシュポシュポシュポってやるから。デリングスリーブ。これ絶対出るから。これ1種でも2種でも出るから、これ。いや、なんか過去問でやりました。はい、リングスリーブは何種類あるんですか。極小と、小と、中と大。合ってます。リングスリーブは何種類あるんですか。何リングスリーブは何種類ってどういうことですか。わかんないです、それ。リングスリーブは何種類あんねんって言って。じゃあ3。何わからない。何種類出てたから3種類ぐらいかなと思って適当それがやまた何なんですか小中大なだから合ってますね極小ってないんですか極小は違うやつそれは押すとこが4箇所あじゃあこっち自体は何これ3つしかそれ3種類しかないでえ本当ですかなんかあの丸のは丸が小だからそれは押す方な刻印っていうのをつける方な一六日本の場合は極小で圧着しなさいよってことあそういうことなんですか、うん、でそれは小で極小で圧着するねそうなんですやってみ知りましたあのパフォーマンスも解きながらたまにというかこういう風に解説してもらえるのはすごい分かりやすいですねえそうですね本当になんか言葉も分かんないし、ね、そもそも何に使ってるかとか全く分かんないんですよ、はい、もうすごい言葉も漢字も本当に普段絶対使わないというか生活の中で出てこないような言葉が漢字で出てくるのでもうそもそも読めないんですよこんなねこれジョイントボックス、うん、ボタン式付きこれあんま見えへんけど、うん、これ見えへんけどこれとかよく写真出てきました過去もこれとこれとこれどれ使ってますかみたいなプルボックスな、はい、これジョイントボックスってこれはジョイントするボックスやからつま線と線2種とかでやったらこれ使うからこれ使って穴開けてゴムブッシング入れてっていう風にする、はい、え実技ですかそうそうそうこのゴムブッシングをここのな切り込みかってピッピッて切って線通るようにせえとかっていうのがあるから実技もやらなあかんすもんね今後そうね受かるってことやからね。ねちゃんと教えてもらうとね。木工ドリルとか、まあ、こんなんはあんま使えへんけど、これは電気屋で使うシーンやったら、これ木工ドリルって書いてあるけど、これなんて言うと思う、はい、これを取ってこいって言われる現場でも。あ、わかった。切り。切り切りみたいだから。ちょっと発音ちゃうと思う。本当ですか切り合ってます。切りやけど、切りじゃないねん、これは。切りって言ったら穴を開けるだけやんけど。そうです、そうです。あ、ぐるぐる。ぐるぐる。何前にぐるぐるしちゃうかちょっと待ってよ。え、違うの違うやん。これは義務でとか言う。義務で。なんで？義務で取ってこいって言われたらこれ取らな。で、大体電気屋でこれを使うときは、木はあんま使えへんな。ALC とかの外壁とか壁の貫通のときによく使う、これ。壁、うん、壁で。ALC って知らんな。はい。知らん。まず2種買ってください。はい。はい。じゃあ、ここで、こんな感じで、ちょっと覚えたということなんで。はい。ちょっと待って。じゃあ、ちょっとね、実際の問題で。じゃあ、ちょっとね。写真で一言じゃないけど、じゃあちょっと一問一答じゃないけど、これね、はい、行きましょう。はい、じゃあ17番から行きましょうか、これね。リアルにわかんない。はい、17番で写真出します。じゃあ、写真で一言。これ、何なんで本当にわからないんですけど。こんな見たことある？まず。なんだっけ、分電盤じゃないけど、なんかそういうところにこんなのがあったかなっていう感じです。うんうん、分電盤な。分電盤あってます？分電盤な。の中になんかあったかな？うん、はい。どれかなみたいにいっぱいあるけど。はい。なんでしょうじゃあ。もうわかるよじゃあ。分電盤の中にあるんでわかる。でも警報器は絶対違う。鳴らない。なんでの？で、あれ鳴ったの見たことないから。あ、そう。はい。接触器でもないと思います。うん、うん、違うと思う。うん、ロでしょこれ。漏電なんていうんですかこれ。遮断器？漏電遮断器。合ってますか？ファイナルアンサー。ファイナルアンサーこれはデデーンやな違うどれどれ何これ遮断するところがないやんだってどこに遮断するのよこれ上か分電盤の中見たことあるんですよって言ってたら分かるやんいっぱい電気使うとかジャンって落ちるじゃないですかやって落ちるこれだからここが落ちるのがついてるのかなと思ったんですはい違いますそれ何ですかこれは電磁接触器ですね一番最初にやったやつじゃんこれ別にこんな電磁接触器取ってきてとか言えへんねんこれよく言う言葉電気屋で使う言葉これは何でしょう電飾電飾、うん、電飾略すの好きかなと思ってそれはもう飾り付けなんですよ電飾大丈夫いざけ上がった分かんない
マグネットって言うの。あ、電磁だから、うん。で、ここが、ボンって押されたり、ガチャンガチャンって言って、自動的に制御して、遮断をしてくれるんや。タイマーとか使ったりとか、はい、そういう何時になったら落ちますとかいうところは、こういうのを一回かまして、配線するっていうので、やれるようにする。で、強制的にオンする場合は、ここをマイナスでブスって続いたら、ドンって入るわ。これが、見事に間違った。これがマグネットの。じゃあこれは電磁。これが出たら、これはでも家とかでは見ることないわ。え、そう。会社で見た。というか、いうところは、そういうのが、使ったりし、でも私が見たのはこれじゃなかったのかもしれないね。多分同じような形をしてるだけで、そうそう、多分ちゃうと思う。なるほど。まあ、日頃からいろいろそうやって意識して見てはるんですね。いや、そんな見てないんですけど、はい、なんかなんとなく見てないなって一分始終見てたわけじゃないんですけどでもなんかこんなのあったよなみたいな、たまたま残像が残ってただけですね。そうですそうです。たまには見てくれる、試験前やねんか、見てくれる。はい、わかりました。じゃあ電磁接触器、はい、うん、はい、もうこれで間違うことないな、うん、オッケー、うん、オッケー、はい、次じゃあ18、ドン、ですね。これはもうなん、多分電気屋じゃなくても分かるような、え、そうだ感じや、ね、私見たことないもん。この形上まず何をするものか分かるよ。分かる。だから穴を開ける。おお、だから穴を開けるけど、じゃあこれはどこに穴を開けるかの、だからこの「い」は違うってことですよ。あ、で面取り、面取りだから「い」は違うでしょ、穴開けると思ったからって私は思ってます、うん、はい。で、なんかこれ強そうだから、どういうこと強そうって何なんか強そうじゃないですか、ガジガジが。ガジガジ。だから、ゴリゴリとかもやる。私はこれは2だと思う。2。なんか壁とかのコンクリート穴開けるやつ。おお。2。これを使うと。そう。で、ギュって。ほんま、いっぱい使ってほしいな。なんで？マジで。こんなギジギジしてる言うてたのに、うん、コンクリートにこんなの回したら偉いことなんで。え、なんでなんで？わら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 なるよ。まあ、できない。コンクリートに穴開けんの、うん、いいよ。そうなんだ。これでまずギザギザになってるっていう時点で、うん、まずもう2つしかないのよ。なんで？答えは。木なんか鉄なんか。コンクリートの場合はこの刃が平たいの。コンクリート開けるときはコアとかいう言い方をするから。いや、違う。そもそも違う。だから、イートニーはまず外れるっていうのが頭にないと。で、イワってたってことですね。外れるのは。そうやな。面取りやな。なるほど、うん。じゃあ、強そうだから絶対これ鉄ですよ。鉄。鉄木ではない。うん。鉄な。これはホルソーっていうやつ。ホルソー。ホルソー。鉄だってます、ね、鉄だってます。ロー、だからローですね。じゃあ実際の方見てください。結構、やばそうですけど、ほんまにいっぱいそうですか、本当に。あと、何日ですか、ね、今日が。まだ3日か。7日なので、そうですね。ちょっと切羽詰まってますね。本当にわからないんですよ。確かにね。これを視聴者の方も、もし共感していただける方がいれば。でもね、女の人でもチャレンジする人、視聴者さんっていてるん で、 あ、そうです、ね、これでナッツンさんが分かったらすごい励みになる。本当ですか、もう頑張ります。ちょっとリアルに分かんなくて、言葉が本当に分からない。ちょっとみんなの勇気を背負ってるんで、ね、ちょっとおっ、なんか思ってたのよりもなんかちょっと、これがホルソー、意外と重い。すごい。あ、これがこれなんですね。これがこれです。まあそれでサイズがいろいろあるんやけどな。あ、なるほど。そうそう。で、この電気屋のサイズっていうのが大体決まってんね。へえ。ホルソーは外径があるやんか。前やった露出配管の外径25とか19とか、あと19やったら21で開け、穴開けなあかんとか、25やったら27で開けなあかんとか、そういうのが大体決まってんね。だからサイズが大体決まってくる。そういう配管の勉強会とかもしてるんですか。配管の勉強会やってますよ。すげえ。なんならここに、これはマニュアル、マニュアルってるんですよ。トレイ施工マニュアルっていう、どこまでとかね。そうです、そうです、はい。これはまあ施工側のね、こういう知識をもとに施工マニュアル、これインテア配管の仕方。これクレヨンさん自家製ですか。自家製です。すげえ。 LGS ね、こうスタッドの厚みが6号やったら切るよっていうのをうちではやってて、はい、これはよく土の子使うとかいう風な人もおるけど、うちは切るよっていうのをしたりとか、はいはいはい、あとなるな、で90、100と、あと GL とか、ほうほうほう、こんだけだからスタッドの種類があるよっていうのをまず覚えとかないと、例えば、はいはい、あれがいろいろあるんで、配管の突き出し、スラブ出しなのか CH300 で出すのとか、はい、これ絶対言われるところなんで、そうですね。で、それをルールにすると。このマニュアルは素晴らしいですね。大変なんですよ。いやー、大変そうですね。これ器具付けとかやけどね、これはほんまに器具をつけるときのルールみたいなもんですね。これが器具付ける。配線器具、照明器具でここ2つあって、あ、はいはいはい、紹介記号と器具リストとか、あ、確認せよとか、器具の使用書をまず見なさいとか、仕込み方どうやとか。配線器具の場合は、その器具の判例見て、種類と数量見て、ぬるしをカバーちゃんと確認せよとか、いうのをやってるんです。付け間違えたら、出戻りめっちゃ多いですもんね。そうですね。最悪なんで。結構ありますもんね。結構このラックがね、頑張って作りましたね、これラックがね。うん、このラックをわざわざね、これちょっと切り取って。すげえ。すげえ。で、ラックの種類をザーッと書いて、はははは、材質が何やねんと。まあ、P とか書いてるけど、はい、じゃあ何とか、メラミンやでとか、スーパーダイマーでとか、ステンレスでとか、こういうね。で、どこのシーンで使うか、屋外なんか屋内なんかとかいうのもちょっと書いて。
借りて。今度これだけで1本取りたいです。こんな深いワイナルなかなかないからマジで。めっちゃこれ職人と社長と私とで2ヶ月3人でやるんです。僕らが多分あのネグロスの分厚い本で勉強してきたやつを簡単に分かるようにやってくれてるみたいですね。そういうイメージですね。これをね今意識やっとるんですよ。そうこれはいいな。夏は、はい、で言ってナッツがこれを基本作ってるんやけど、何で覚えてんのかな。そろそろ使い方ぐらいちょっと覚えてもらんとしまいにこうなっていく。やめてください本当に。本当にやめてください。いや本当にそうなんですよ。私ね分からないながらあれをこれを切り取れとか、あの中身怪しなってきました。中身は職人と社長がちゃんと言ってるものを私がカチャカチャカチャってやってるだけなので、次にもう一個じゃあサービス問題出そうかな。お簡単な、これどうかな。ちょっと待って16番これは簡単だよ。これだよね。何これこの間聞きましたもん、なんか、うん、この前な配管のなマニュアル作ったしな。今月がその配管のマニュアルを作る月だったんで、はあはあ、それはわかるんですね、うん、もう余裕やな。でも私はね2択で待ってるんです。2択、はい、ないけど2択なの。どこに2択があるの。この問題で2個迷ってるんですよ。こんな簡単な問題で2択もないよ。ハカローで迷ってては、うん、で私多分これハかなと思ってて、ベンダーベンダーな、うん、ベンダーだったと思うんですよね。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。オッケー、じゃあ今からベンダーで。ちょっと間違ってることしかなんか。お茶。あれ全然違うね。これおっちゃんのやつじゃん。おっちゃんのやつ伝われへん。これを作るための機械か。これとこれは一緒ですか？これ。全然違います。じゃあこれローですね、ロー。はい、フォーマルベンダーです。これを作るための機械、はい、あってます。機械っていうかこういうの。これはあれやで、電気屋さんで言ったら花形みたいな仕事でこれを扱うの。そうなんですか。見せ所みたいなとこあるっすよね。ここで配管カチャンってなってこうやってやるじゃない。ここでこうやる人もおれば下でこう箸でこうやる人もいる、はい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 、でこの原理使うから。これは今度ナッツンが配管曲げてみたシリーズもおもろそうですね。やってみたい。コペコなんつって作業服着てやってみたい。ほんま頼むで。これはもうなんだ。じゃあノーマルベンド、ノーマルベンドで、それを作るのがベンダー。ベンダーサイズがあるから、これも覚えたやろ。これサイズ、これは何本のサイズですか。これサイズ何本ですか。これ種類があるね、同じ形してても。じゃあこれは何サイズって、あ直径25。75。え、いいだよ。崩れ落ちてますけども。今すごいテクトに言っちゃったけど、わかんない。合ってる？いい。はい。じゃあこれは？これとこれ違いますね。違いますね。まさにこのノーマルベンドを作るための工具がこっち。あ、そっちがおっちゃんのやつです。そう。一発ベンダーとかいうの。一発取ってきてとかノーマル取ってきてとかだったらこれ取って。一回グッてやれるから。一回でとか、まあ、あの曲げたら勝手に90度になるよっていう。でここまで曲げたらこの角度になるよっていうのが書いてある。あ、これ30、45、60って。これはこれはもう自分の感覚で。プロじゃないと使えないやつです。僕はもう素人だから。私は無理。私はこれでやったら多分配管がみんなチョコになってるっていう。今日で共通言語いっぱい覚えました。もうすでにごちゃごちゃです。一発ベンダー、一発ベンダー、まあノーマルとって言うのが多いかなっていうやったら、あ、これですね。ローマノーマルベンダー、ローマル、正式名称はあれハイヒッキーとか言うから。そうなんですか、うん、でこれはでもローってことですね。ノーマルベンダー、ノーマルって電気屋で言うノーマルっていうのは大体90度のその折れてることのことノーマルっていう。そういうこと。普通って意味じゃないか。普通だと思ってました。普通の弁護ってどういうこと。だからなんかこの、だから配管をやるときによく電気屋さんがここで S 切ってノーマルで平折って返し切れとかっていうような言い方をしたりするから。そうそう、全然思いません。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと大変失礼なんですけど、はい、ちょっと僕が見させてもらった感じ、はい、ちょっとやばいなと。結構ね、まだ理解されてない部分が多かったと思うんですよね。やばいですよね。まあでも今1週間なんですね、勉強始めて、はい、1週間で今20問が40点くらいまで来れたので、はい、本当に5問のとこからいけると思ってるんですよね。余裕やということですね。多分ちょっと待ってください。いやでもそのくらいちょっと強い心を持たないときついじゃないですか。本
本当に分かんないので、まあ、自信はあるということで、うん、持ちますはい。ってことで、あの初め言ったように、はい、ドキュメンタリー風になっつんさんのこれからの、まあ、成長曲線みたいな感じで、はい、毎日のあれしたいんで、はい、まあ、今日が7日で、うん、明日からスケジュール的にはどれぐらいの勉強法っていうんですかね、どんな風にしていきますか。そうですね、まあ、普段朝から晩までというか普通に業務があるので、さすがにそこではできないので、はい、家に帰るないしは帰る直前でも必ず過去問1回分は毎日やるっていうのを自分で決めて、でそれをやっていく、で覚える、その内容を覚えていこうかなっていうのは思ってます。1日もサボらない。はい、サボらないですね。サボらないで、まあね、休みの時とかは、はい、プラスアルファできることをやれるように頑張ります。ハードルあげますね。ちょっと頑張ります。毎日でも1回分やります、はい、頑張ります。頑張ります。じゃあ明日から、はい、8日からの毎日テストが何点か、はい、今日のまあ反省点とか、はい、簡単にでいいんで、まあ、2、30秒とかでいいんで、はい、それを僕に送ってください。わかりました。で僕が動画でピピピとまとめて、はい、っていうとこまでやりたいと思います。はい、頑張ります。はい、ちょっと被っちゃうかもしれないんですけど、はい、まあ、テストに対しての目標をお願いします、うん、そうですね、必ず、まあ、合格することは絶対マストだと思ってるので、マストマスト、もう絶対受からないと多分もう本当に怒られるというか、はい、バカにされるなって思ってて、職員たちにもすでに言われてるんですけど。逆に落ちたらどうしますか。落ちたらなんか罰ゲーム決めちゃいます。罰ゲーム、じゃあちょっと職員たちにおごります。お、ご飯。ご飯わかりました。はい、寿司。ちょっと待って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 、皆さんの、みんなに、みんなの方がね、全然稼いでらっしゃるんですよ。でも頑張って、ね、はい、ちょっと教えてもらったんで、落ちちゃったら職員たちを終わります。はい、じゃあまあまあまあ受かるっていう体で、そうですね、ミッションを取得した後に、うん、なんかこれがしたいとか目標ありますか。そうですね、なんかさっき社長が持ってきたあのベンダーとか、はい、あれちょっとやってみたい。ああ、配管曲げてみたい。そうそう、そういうのちょっとやってみたい。まあ、一日現場に出ることもできますもんね。あ、そうですね、電気触れることになるんですね。そうですね、まあ行ける現場があれば、はい、ちょっとお手伝いとか。お、密着、密着、絶対そう、職人さんたちには来るなって言われるんですけどちょっと職人もやってみたいなってことですね。ちょっとだけね、出れた、はい、行けたらまた密着してください。わかりました。はい、ってことで、あの、はい、なっつんさんはね、結構今自信満々だったんですけど、はい結構あの同じ女性であったり、はい、違う業界から来てて、うん、多分今ねすごい不安やと思うんですよ、うん、私大丈夫かな、僕大丈夫かな、はい、っていう方に向けてメッセージ、励ましの言葉というか、はい、はい、そうですね、なんか私が全然まだ励ませれる状況じゃないんですけど、まあ、でも本当に今ですら全く分かんない状況で、でも本当に日々日々コツコツやってったらやっとここまで来れたんですよ、私も。それは結構事実なので、まあ、きっとここからもこうやっていけば私もできるだろうなっていう自信にはなったんですね、すでに。なので一緒にちょっとコツコツ、分かんないと思うんですけど、過去問やったり教科書見たりして一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。はい、じゃあ最後に電気工事とはそうですね、電気工事とは難しい。電気工事とは、まあ、電気工事をね伝えたいからこの業界に来られたんですもんね。まあ、電気工事とは、まあ、正直多分なくてはならないお仕事かなっていうのは思ってます。やっぱりこう今のこの世の中、電気を使わない日はない、電気がないお家もやっぱりみんなが生活してる中でないかなって思ってるので、その電気を灯す、使えるようにするっていうお仕事がこの電気工事士っていうお仕事なので、この資格がないと勤めることができないのも電気工事士の仕事なので必要不可欠なお仕事かなと電気工事士は思ってます。必要不可欠まで言っちゃったんでね、これは教えないということで、はい、本当頑張ります。じゃあ明日から動画お願いしますね。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで本日は撮影させてもらって、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。一番初めね、お二人がいない時に言ってたんですけど、クレヨンさん、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、ちょっとね、うん、知らない人もいると思うんで、僕もツイッターとか結構見させてもらってるんですけど、はい、結構こう発言が面白いというかね、社長のツイートはこうかなりこう熱があるというか、そうですね、ボーボー燃えてる感じですねかなり燃えてて、あのツイッターとかもね概要欄に載せておくんで、ぜひフォローして見てほしいんですけど、
まあね、その辺の詳しいことはね、今度やりたいとは思ってるんですけど、はい、まあ簡潔になぜそういう、はい、まあ、イベントとかもやっぱりされてるじゃないですか。はい。なんでそんなことをしようと思ったというか、なぜ活動されてるんですか。そうですね。やっぱなんかもう電気工事士っていうところの部分で、まあやっぱ認知少ないっていうのがね、まずあるし、あんまこう一般的な仕事じゃないというか、はい、どっちかというとね、やっぱ現場ってこう仮囲いの中で作業してるっていうと見えない仕事やし、普段人の目にしないところでこれ働いてるんで、はい、まあ、そういう人の頑張りとかいうのをちょっとでも伝えてあげたいなっていうところと、やっぱうちの社員がもっともっとこうね、色めくような感じになれば嬉しいなと。輝けるような環境作りっていう感じでいいんですかね。はい、そうね。そういう活動をどういう感じで発信されてるんですか。主に SNS、まあ、特に Twitter は社長をはじめとしてうちの職員たちもやってるんですけど、私とか広報的な部分でやってたり、あとはインスタとかもやってるんですが、最近この9月に新しくホームページをリニューアルオープンさせたので、はい、しました。そこを結構私たち力入れて、夜な夜な2人でめちゃくちゃ頑張って作っ、2人でというかね、まあ、チェックしたりとかしてて、はい、うん、作ったので見ていただけると嬉しい。まあ、毎週火曜日、毎週火曜日、うん、はい、ですね、毎週火曜日の夜の8時から夜の8時、はい、ブログを更新するっていうのを決めてまして、夏が、はい、更新をバリバリしてくれるみたいなので毎週毎週楽しみに見てほしいなと。まあ、うちの発信がメインですけど、クレヨンとかの部分もそうやし、あとは施工マニュアルとかもね、この前発信もしたな、はい、そうですね、うん、さっき社長がお見せさせていただいた、はい、あのうち独自のマニュアルですね、あれについてもちょっとな、そうそうそう、細かくというか書かせていただいたブログももう上がってるので、よかったら見てください。クレヨンさんのホームページ、インスタ、ツイッターなど概要欄に載せておきますので、ぜひ遊びに行ってください。はい、お願いします。はい、で今回ね、これ簡単にちょっと説明してもらったんですけど、はい、もっと面白いところ出てくると思うんですよ。ナッツンさんが合格したら、はい、ちょっとクレヨンさんをもっと、はい、本当ですか？はい、知りたい人がいっぱいいると思うので、撮りたいと思うので。嬉しい。はい。わかるよ。はい。撮ってくれへんのね。やっぱり広報だからね、そこは。頑張ります。はい。ということで本日はありがとうございました。はいはい、ってことで今日はね、ちょっとカメラマンに専念してくれたハッピーさんね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあでもね、このね縁を作れたのはハッピーさんのおかげなんで。いや、ね、本当に、はい、ほんまにもうありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。で僕ら4人の顔を皆さん覚えておいてもらえたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。電気工事士2種、あるいはね、1種の勉強を今励まれてる皆様、お疲れ様です。こちらのね、サムネイルなど、見たことある人いるんじゃないでしょうか。今ね、12万回再生ありがたくされておりまして、この動画のおかげで受かったよっていうね、コメントいっぱいいただいてます。まあ、ただの精神論やろっていうね、意見もあったりするんですけども、まあ僕一応電気工事士1種と電気施工管理1級まで取ったんですけども、見てわかるように学力はあまり良くないです、まあ、そんな僕でも僕がまあ編み出したといった大げさなんですけども、勉強法を自分なりに考えて、でそのね勉強方法をトール親子さんっていうね空調系の YouTuber さんがいてて、息子さんが15歳で高校1年生ぐらいの年齢なんですけども、親子でやってて電気工事士2種を取りたいと、レン君って言うんですけどね、今10月30日のテストに向けて頑張っています。そしてその YouTuber さんが僕の動画を見て、僕の勉強方法、まあプラスもちろんトールさんの経験の勉強方法で動画を上げていられたので、すごいね、あの皆さんの参考にもなるなと思いますし、まあ、僕もね、あ、これはすごい理にかなってる勉強方法だなと思ったので、ちょっと僕がカットしたりして軽く編集はさせてもらったんですけども、今勉強頑張られてる皆さん、これから2種を取得しようとしている皆さん、この動画を見てね、ぜひね、合格してもらえたらなと思います。まあ、この勉強方法をちゃんと真面目にやったら絶対受かりますから、安心してください。テストは怖くないです。じゃあ、今から動画の方をどうぞ。
はい、皆様こんばんは。今日は10月1日。なんと今夜中の、はい、こんな時間なんですけど、今日からレン君は2週、電気工事士免許の勉強に入りたいと思います。これですね、この回答用紙。ぜひ皆さん、電気工事士取られる方は、電気屋 YouTuber さんという YouTuber さんがいるんですけど、僕もその方見て、その方の動画にこの回答用紙が概要欄に貼ってあって、勉強方法も教えてくれてます。その動画ではですね、電気工事士してない人が1ヶ月間で2週免許取れるのかっていうような企画で、見事に筆記試験通ってたんですよ。すげえやり方、なんか、なるほどって思う動画なんで、よければ皆さんそちらも見てみてください。概要欄にも貼っておきます。はい、こんな夜中になったのはわけがあるんですが、じゃあレン君頑張りますよ、うん、これ初ですレン君見るの。レン君は一応2種免許取りたいみたいなんで、今から父を教えていきたいと思います。そうそう、それにね、回答しててほしいと。これだけ何枚もコピーいっぱい出てる。で、一回まずこの過去問、これ過去問だ。そうね、これを毎日1個か2個こうやって解いててほしいと。全部50問ある。これ全部問題。そうよ、10年分の問題。そう、ちょっと答えがこれだけってこと。増えるのからやっていく。何でも、でも順番通り、順番通りやっていこうか。平成1年があって、平成24年から、ここに筆記試験の流れとかが全部載ってるんですけど、これは無視しよう。一番後ろからやっていく。平成24年。あ、いや、こっちからやっていい。これ問題じゃない。一番最初が令和3年の上期から。あ、令和3年からやっていいじゃん。分かった。じゃあ、全部思いやすい。去年だ。去年あった問題。で、電気工事士ってね、レン君。年に2回利用券、年に2回分の、本当に実際にテストに出された問題だけど。で、2回分、毎、で、これやるとき、毎日これ2回分やっていってほしい。紙半年もあるんじゃん。その年。あ、じゃあ1日その時に。そう、それをずっとまず10日間かかるよ。10年分みたいな。で、この答えするときに、50枚で全部で、うん。で、このテストがね、ちょっと教えるね。これって3択 ?4 択。こっからスタートね。じゃあ、ここから始まるけど。はい、こっからです。難しい。4択ね、うん、で、この問題見てとりあえず解いていくやん。 E とか NO とか答えはこのイロハニのどれかを選ぶと。なるほど。で、問題が怖いやん。で、この親愛とかこれは何で、これはこれ好き。今説明する。この問題やってくれんが答え書くやん、うん、E とか、うん、もう山間やったら自信なし。完全山間。でも、いい書いた後に、うん、丸とか書けばいい。そう、この問題に対して、レン君が自信があるのか、自信がないのかっていうのを横に全部書いていってほしいじゃないか。なるほど。で、それを10年分やるやん。うん、で、その回答者取っとくやん。うん、その時に、この問題は自分自信なかったなって。いうのが、そう、何回もやっていったら、だんだんそれが自信が出てくるよ。分かったか分かってないか分かるよ。そういうことね。そう。これさ、うん。令和4年って書いてあった方がいいと。4年度過去。あ、違う。で、過去問題は令和3年度よ。今回する。令和3年度の上半期。でも、平成で書いてあったけどさ、書き直す。うん。令和3年度上半期。いいね。これがもう味噌というね、その優さんみたいな。で、スケジュールも組まないから。今日、じゃあ10月もう2日になってしまってて、2日から毎日これやっていくやん。でもさ、うん、例えば、うん、まあ、今日2日やけど、うん、まあ、今日の日付もだよ、10月2日。さよならスタートって言ったけど、うん、今日は1日分やじゃん。で、明日もまた1日分。で、2日やれば、うん。で、10年分あるけど、10日で全部1回やることになってる。うん、それをひたすら繰り返す。で、30日あるけん、3往復できる。でも、だんだんやりよったら、だんだん見てきた問題とか分かってくれもん。で、1回これ全部やり終えたら10日後に1回トマトを思いっかり見直す。ここは毎日見るよ、連絡ちゃんとしよう。長崎の出張にも持っていく。ホテルでも連絡、頑張ってしてる。全然なんか。全然分からないの。難しいね。計算問題。特に連絡が大事なのは、計算問題は捨ててもいい。最初の15問ぐらいが計算か。16問目ぐらいがこうやってこういう風になってくる。ここを絶対落とさないようにしてる。でも分からんやこれ。うん。ちょっと。でも山間よ。もう山間で適当に答え、適当というか、うん、まあその、大体な感じで答えればいいんで。うん。今、ボルトワード。で、分からへんやったら、あ、理論をまず連句しなんていかんや。うん。これを見たら理論が分かると。うん。これも見てほしい。これも勉強やけん。じゃこれもじゃちょっと、年どっち見ながらする。うん。で、連句はこれをまずやるやん。とりあえず適当でもうマジでいい。分からんとこ適当にやるやん。紙半年の感じ。で、またやり直したりすると。あとで答え見れるけど。それで、もう頭の中に入れておいておくやん。そうそう、なんでこの答えになるかまで書いてくれと、これ。50問終わったら次ページからも回答があって、解説まで持っとく。僕はさ、うん、これやったってこと。これやりやすいんだけど。全部やったよ。10年ぐらい前やってたね、撮ったの。ちょうど10年前ぐらいだよ、24年。あ、じゃあこれは。でもパパの時年2回の時じゃなかったけど、もうちょっと前だよ。年2回だと思って、この10年前ぐらい。あ、そうなんや。パパの時年1回の時撮ってた。だいぶ以上に。そうだ、だって年に2回やって、20回やって。紙機と。そう。で、年間今回は紙機やこんだけしかない、みたいな感じ。ここ10年分しかなったよ、その試験は。違う、試験はここから出ないよ。ただこれをやっていけば傾向が2等圏。あ、そういうこと、全く同じやつは出ないってこと？全く同じやつは全く出ない。あ、だけど、それはないよ。あ、そういうことね。だけど、これに慣れとかんと、実際バーって出たときに、あ、これ過去何年の時もこれやった答え。まあ、似とるとか、話とか、やり方覚えとけばいいんだよ。答え覚えるっていうか、その、全部意味があるわけよ。やり方覚えとかんとやっぱよくないけど。そうそう。だけど、最初は山間かもしれんけど、答え最後、答え合わせしたときに、あ、これはこういう掛け算したらこの数字になるんだね、とか。90点以上だっけ？ 60 点以上。あ、60点以上そうそう。まあでも、まあ難しいよね。で、一応、だけ一からになるけどさ、まず、じゃあそこがいるんなら、これであれは合格した、合格率が何とか。まあこれ知らんでいいと思う。7万人ほどちゃうけど。で、受かったのは半分や。結構多いんや。うん、毎年だ。全国。で、こう回答やもんな。もう絶対筆記試験は、1から30までが一般内容。その試験の時もどうぞ。あ、違う、これページや。計算問題よ。これさ、うん。中学生で習うぐらいのやつ。そうそう、これ全部こういうの習わやったら、O の法則と。V イコール IR とか習わやったら。
言ってたんだけど、もう全然分かってなかったけど、動いてるなんか全部分からんすぎたから。一回この辺もちゃんとなんかこういうの見てったらいいよ。なんか、うん、じゃあ見てみる。どうするかなとか。いきなり問題やってみる。やってみていい。うん。で、ここやった後にこの前のページを見てって。チェック。落とした時っていうのはさ、うん、これスイッチを OS 落とした時っていうのは、うん、オンにした時ってこと。このスイッチを。そう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 。ちょっと見る。うん。いいね、ここ。あのさ、で、しかもね、うん、できればレン君、ごめん。やるんやったら、時間がこれ決まっておってテストって。タイマー仕掛けないやったらいいと思う。で、その時間を測ってやったら、もう最後まで。何もやったかな。これ暗記問題。あれ見たらこう引っ掛けるので。引っ掛けしいいのに、名前、名称があるけど、名称。何のために使うんですか、そんなことしか言ってない。っていうことですか。じゃあ、線が痛いなと思って。ガンナイ2000と、うん。よかった。ちょっと、2丁目、ちょっと見ていい。まあ、一回じゃ時間なくて。これでさ、どういう意味あ、これ、あれ、アルファやったっけアルファアルファじゃなくて、何かもう一個。アンペア。これアンペアっていいと。違う。電圧、過去、ボルトはって書いてある。でもこの30の後のこの記号は何？オームっていう。抵抗値。それも知らない。これは、これ電圧とか。違う、全然違う。電圧はボルト。電流がアンペア。うん。オームが抵抗。これオーム、抵抗値。で、ただ、もう抵抗って分かる。抵抗ってこういうことや、うん。これで言う抵抗っていうのは何かがあるとここに。電気が何もなくこのままいったら抵抗ないやん。何もここ。あ、そういうことか。けどここに照明器具があったり、スイッチがあったり、何かがあるけどこんだけ抵抗取られると電気。ちょっとこれ一個やってみていい？やり。じゃあ。面白いですね、レン君との勉強。いや、これを機にレン君が電気を詳しくなってったら嬉しいんですけどね。資格取るだけじゃなくて。これ、もう一個いい。いいよ。このさ、うん、短い線とさ、うん、長い線あるやん。うん、これプラスとマイナスってこと。そうそうそう。そういうこと。短い線がプラス、ね、いや、それプラスマイナス聞きよらんやん。どっちでもいいよ。どっち、これはもう関係ないじゃん。うん。スイッチ S を閉じたときに、AB 間の、AB 端子間の。あ、全然わかんない、この計算。楽しボルトって2個測る、2個当てるのテスターで分からんよ。うん。それで2つ測った時の電圧とか。100ボルト流してこんだけ抵抗がかかって、ここの AB テスターで当てたら何ボルトですかってことって。勉強中もテスト、ちょんまげ2期ですね。レン君の2次勉強の道が始まった。でも、レンの年で取っとる人たちいっぱいあるじゃん。っていうか、テストに行ったらレンの年の子たちも多い。高校生とか取るってことだよ。そうそう、電気化いっぱいあるんですよ。高次元の。そう。高次元って、学校で学校内だけ。電気化。そう。そういうのさ、工業高校やで。工業高校とか。多分、これ見ていいとか。あれよ。これはいいもん。見ていいよ。調べるんやったら、こうしよう。もう全く今分からないけど、まず書いていこう。もう、に、全く自信ないと。パッパッパッパってやってたら分からないと。で、そっからダメなとこ調べてって、に対してね。で、ちょっと時間がいくらあったのか。試験通ることを目的にするってことで。一気試験を受かって。で、こういう問題も捨てるって決めるのは捨てたの。いや、適当に書くみたいな。うん、もう適当で罰るし。20問目ぐらいからだんだん蓮が分かってくる問題が11問目ぐらい。本当に蓮君何も電気のこと分かってないので、めちゃくちゃ不安じゃないですか。それでも撮ってたんで、そのユウさんの動画は絶対撮れるはずですね。頑張るぞ。10月10日の時点で蓮君がどこまで成長したか一回調べみるとか、この回答と視線でもなんか、はい、うん、飛びそうな気がする。できるよ、絶対できるって。これホームだってオームの法則かかってないだけやん、うん、それ分かったらいけるやん。いける、計算もできる。で、時間がかかる問題は後回しにするとかいう方法でも、分かるところをまずバーって解いていくと、本当に試験の時で、時間かけるとこ時間かけて、最後10分くらいは見直す時間とかに使うとか。試験って何分やったかちょっと調べようか。さあ、10月1日から徹親子の息子蓮君が二種免許に挑戦。これで取ったらすごくないですか、蓮君筆記試験。あと、実技試験の材料も兄貴からもらったりしても、次のステップも用意してるんで、これ絶対取ってもらいたいと思います。長崎から帰った初の勉強、蓮君。姫ちゃんと会ってアプリを教えてもらったアプリでしてます。いいよ。これさ、うん、普通やったらなんていうかな。100ボルト流れ取って、うん、その中で、うん、あの抵抗があって、うん、最終的 なんか電圧がいくらとか出るやん、うん、けどなこれなんか電流が流れてないやん、うん、これはどういう意味。電流の問題だけ用途読んで、図のような回路で、うん、回路で端子 AB 間の合成抵抗かっこオームはやん。でここはボルトが何ボルト流れようとかは関係なく、うん、この合計の抵抗値はいくらですかっていう問題。抵抗だけを計算して、でオームの法則の方程式分かる？分かるやん。V と AV イコール IR ってなんかあるやん。なんか、調べたけど、うん、計算分かれちゃうけど、うん、これどういうこれは、その計算式で出らんのなら、うん、オームだけの答えの求め方を知らないといけんけん。うん、補正オームの求め方で検索してみたら。そしたら多分すげえ簡単だと思う。パパはローでやったと思うけど答え。ローやったっけ ?2.4 が答えと思う。パパは。ほぼ聞いた問題はもう分かってないけど。レンはだけボルトから電流値に行くまでのオームの求め方は勉強したけど、そうオームだけを求めるやり方は分かってないだけやろ。そう、なんかそれは今初めて出たというか。もうそういうのいっぱい出てくるよ。簡単に言うてん。R が抵抗ってこと？ R イコール R1 プラス R2。うん。合計のオームの求め方で。さっきまで言ったら、これが3、3やったら、3たす3で6抵抗値がかかってますよってことや。うん、簡単な問題は。まあ、そうや。うん。でもさっきのは、ちょっと違うかったやろ。レン君は計算問題を今頑張っております。こんな感じでレン君が試験当日まで追っていきたいと思いますので、それをまとめた動画を
10月30日の試験が終わった日か次の日ぐらいにあげれたらいいな。蓮くんでも資格取れるよっていうところを皆さんの勇気や希望に僕たち親子で挑戦したいと思います。頑張れ。今休憩中で蓮くんはゲームと肉うどん食べています。今日でも今3時間ぐらい勉強してるのか。もうちょっとだけね、しようね。聞こえておりません。終わり蓮くん、うん、今日は10月の9よ、もう、うん、あと20日。でも今日結構頑張ったね。向こうやったね。明日もこの調子でやろうぜ、一緒に、うん、帰ってきてから、うん、明日空き時間とかもあるんで、その時にパプリできると思ってるけど、うん、じゃあ今日はこんなとこで始めますね。はい、お疲れ様でしたね、さん、うん、よし、また明日頑張りましょう。お疲れでした。はい、はい、今日は10月16日はい、もう試験まで半分切ってまいりました。蓮くん今ですね、アプリ、俺の電光2種アプリっていう、これ概要欄に貼り付けようと思うんですけど、そちら、あの視聴者さんのところから教えてもらったアプリなんですけど、それも結構駆使してまして、で、その参考書、家にいるときはこの参考書になるべきでした。ここは教えてないんですけど、蓮くん分からないことができることも、ただ、ゆうさんの回答用紙使いながら、蓮くん多分分からないまんまで終わりたくないじゃんね。いや、まあ点数取れんかなって。点数取れんかなって。うん。蓮くんは一番どこ頑張るよ、計算暗記、うん、20問以降。20問以降ね。うん、そう、途中で、1から10問の計算問題ばっかりなんで、で、10から20が、やってっけよ。なんか別に、10から20普通の、なんか。普通の問題、うん、こういう。あ、うん、で、60点取るために20から50問目を確実に取るようにしようって話したからね。で、それができるようになったら10から20問目も取れるようにしようみたいな。で、70点平均で取れるようにしようって頑張ってやってます。ちょっと試験まであと半分しかないんですけど、一応今日まで、本当は過去10年のもので全部一回終わらせておこうって話したんですけど、まあそこまではまだいけてないんですけど、あと8問ぐらい残ってたんね、レンク。8気分、うん、?7 気分、それをここ2、3日でやってみて、まあその2、3日後、10月のまあ19とか8日ぐらいからちょっと2周目チャレンジ、10年前のやつを。で、レンクの得意なとこ、不得意なとこ、この回答用紙で分かるんで、暗記はマジで確実に取る。これを意識して頑張りたいと思います。もう計算のでは花から捨ててますんで、当たればラッキー。で、暗記問題確実に取る。この作戦で、全部30日臨みたいと思いますので、もう一応半分過ぎたら一回ここで動画を上げて、皆さんに蓮くんのこの頑張りを見せて、こんな風にしてますよっていう、なんか、今、もう試験諦めようって思ってる人たちがいるかもしれないんで、蓮くん、一応まだ頑張ってるんで、父も一緒にできるだけ寄り添ってやるようにしてますんで。まだ間に合います。皆さん頑張りましょう。蓮くんも、受からんと思ってないの。うん。余裕。いや、別に余裕ない。むずくないのでも。まあ、うん。だって、パパが取れたっちゃうけど。じゃあ、ミノカも取っとってよ、ミノカも。ね。姫ちゃんも取っとるらしいけん。うん。兄貴も。なんかみんな蓮くんが指導したち取っとうけん。余裕で取れるけんねんか。ってな感じで、資格飲みたいと思います。それでは皆さん頑張ってください。今日も頑張ってます。次は試験、待った日の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、やっと合格点の 60%、今日蓮くん。10月16日。今日結構頑張ったね。3個やってるね、一緒に。27、26、3。これ何年度 ?25 年度。すごく。やっと合格点の 60% 初めて出しました、蓮くん。結構なんか今回は良くないかなと思うんですけど。いや、いったね。なんか、全部いったと思ったんですけど。え、解けた気はせんやったと思う。え、なんか、逆に、うん、25問いくかなって、全然思いつくよ。うん。そしたら結構取った。でも10個目ぐらいだよね。10年目になってやっとって感じだよね。いや、結構やった。結構やって、やっと今日。でも試験からあと15問じゃって、ここ達成できたけん。いけるわ。こっちはあの、まだやってない。あ、やってる、あの、紙でやった。あ、紙でやった。これも紙でやって、うん、ここまで紙でやって、平成25って。令和の年間、平成25までは、うん、よっしゃ。ちょっと、こっちもやってました。よしよしよし。いいね、ね。私めっちゃ嬉しかったね、今ね。いや、よかったっすね。いや、めっちゃ嬉しい。この調子で頑張ろうぜ、ね。うん。よし。よかったね。今日結構、だって2、3時間したね。勉強ね。9時から、今10時半。よしよし。今日はなんかもう、一回休み。また明日しよう。ね。よし。よっしゃ。また頑張るぜ、明日から。はい。皆さんも頑張ってください。それではおやすみなさい。バイバイ。お疲れ様です。今日はですね、ティッシュでも使えると思うんですけども、実技テスト。実技テストでも入る問題が出てくると思うので、基本的には語りについてから、そしてちょっとレベルアップしていただくと、ここらはまあ、データみたいな大体わかると思うんですけど、本当に、やったことないでしょ。で、あんな副センターで理解できない。僕の友達がそうやったので、今日はより実物を変えて、より良い感じにしてもらったんですけど、実物を持ちながら、副センターを書きながら、ちょっと誰でもわかるようにやってほしいなということで、お願いします。はい。そしたらまず、片切りスイッチの副センターから、はい、行きます。
多分電気工事試験やとジョイントボックスっていうのがあると思うんですけど、こういうボックス、ジョイントボックスプラスマイナスが入れます。どうしようかな、ここスイッチでしょうかな、片切りスイッチで照明切る、シーリングにします。まあそもそもスイッチって何のためにいるのっていう話なんですけど、まあもちろん、つけたり消したりしたいからいるよっていう話で、じゃあスイッチつけるのどうしたらいいのって言ったら、そのスイッチ欠線っていうのが基本になってきます。まず、ジョイントボックスっていうのには必ず電源が来てます。プラスとマイナス。で、照明器具からのプラスとマイナス。色変えた方がいいかな。マイナスと青にしよう。で、スイッチからも、みんな結構ここで、まだ見たらこれが今、こういうことですよね。そうですね、VA。はい。こんな感じです。はい、はい、今配線だけした状態っていうことですね。配線だけした状態ですね。こんな感じですね。はい、はい。で、こう。これが初め、僕もわからなかったんですよ。ジョイントボックスに集めてきてる。そうですね。ということで。はい。で、どういうつなぎ方をしたらいいのっていうところなんですけど、僕の覚え方では、スイッチにプラスが必要なんですよ。スイッチにプラスが行くようにつなげる。で、この負荷、これはシーリングなんですけど、負荷にはマイナスが必ず必要なので、負荷をつなげる。ウェガーから直接っていう。直接ですね。で、これが、いわゆる帰りって呼ばれるやつですね。うん、余った線を2本繋ぐだけ。これ辿っていってもらったら、プラスから電気が流れて、スイッチオンにしたら、ここが繋がるので。プラスが流れて、オンにしたら。そうですね。で、ここからマイナスで帰っていくよっていう。だからこれ帰りって呼ばれるんですよ。帰っていって、マイナスに辿り着くって。で、こう辿ってもらったら電気っていうのは流れていってるんで、これを実際に今から繋いでいこうと思います。お願いします。はい。で、基本試験って圧着スリーブと差し込み型スリーブと2個使うんですけど、今回は差し込み型でやらせてもらいます。で、今簡易な感じで、ちょっと家を想像してみたんですけど、まあ、家って家庭は絶対にブレーカーが付いてるんで、まずブレーカーを設けてます。このまま、こんな感じで主管のブレーカー、メーターの虹側から入ってきて、で、主管の虹側から各小ブレーカーに流れていっているような感じですね。今日は小ブレーカーだけを使用してます。ここの部分になるわけですね。そうですね、このプラスマイナスが。このブレーカーです。で、このプラスマイナスが、ここのジョイントボックスに入ってきます。まず、プラスマイナスが来ました。で、スイッチが来ました。ほぼほぼ本当のテストと同じにしてもらいました。はい。今まさにこの通りですね。はい。で、皆さんも皮も剥いちゃってるんですけど、まず、スイッチにはプラスがいるっていうことなんで、スイッチにプラスになります。今、ちょうど、ここをやってます。はい、はい、で次負荷にはマイナスが必要なので負荷にはマイナスをつなげます。今このブレーカーから来たマイナスと負荷、これが照明器具ですね。そうですね、照明のマイナスをジョイントしたところです。で余った線をつなぐだけ、これが帰りですね。はい、今のはここの帰りの白色で、ここの電源線、元線の黒色ですね。はい、だこれ刺したら絶対にちゃんと刺さってたら、まあ、物にもよると思うんですけど、裏にちゃんと刺さってるかどうかっていうのが分かるようになってるんで、導線が見えるんで、これだけは絶対に確認してください。で、ここから導線が見えないようにお願いします。そしたらこれが試験で出てくる片切りスイッチ、 D スイッチです。裏はこういう風になってるんですけど、基本的にコンセントと一緒なんですけど、向かって左がマイナス、右がプラス、だからこっちがプラスで、こっちがマイナスですね。こんな感じです。なので、そのまま、これに対して、こっちが、プラス。で、マイナス。そうですね。で、照明器具。照明器具には基本的に、こういう L、N で書かれてるバージョンと、シーリングであれば、W っていうのが、マイナス側に書かれてます。一応、ホワイトの W っていう風に認識してもらえれば、わかりやすいです。この N は、ニュートラル。多分。今日も絶対に導線が見えないようにします。では実際に電気を流していきたいと思います。ブレーカーを入れます。で、今スイッチ切っているので電気がつかない状態です。入れてみます。おぉ。はい。これが片切りスイッチです。はい、ありがとうございます。ということで今、片切りスイッチ。はい、ありがとうございました。これ、まだ静止画でポンって出しとくんで、スクリーンショットとか携帯で撮って、まだ皆さん勉強もこうやって見させてください。サンドスイッチ、2種でも、まあ、1種でね、出るということなんで、サンドスイッチの伏線ですから、実践と、確かに。続いてサンドスイッチいきます。サンドスイッチも一緒です。ジョイントボックスが、で、プラスマイナス。で、照明器具。シーリング。サンドスイッチっていうのは、基本的には、2箇所操作
例えば階段の登るところと登り切ったところ、降りるところと降り切ったところとかでよく使われることがあります。で、下でつけて上階段上がって階段のライトを消したりとか、そういう時に使います。で、サンドスイッチの裏側はこういう風に013となってます。これが実物です。013。これも同じで、さっき言ったように、スイッチにはプラス、負荷にはマイナスが必要なので、そのままリバーできます。スイッチにはプラス。で、負荷にはマイナス。そしたら、余るのが、こいつですね。帰り。ここの13、13なんですけど、この0なんですけど、サンドスイッチのこの1と3番っていうのは、こことここの渡り線。まあ、こっちで消したよっていうのをこっちに伝えるための信号線的な感じですね。簡単に考えると。で、こっちでつけたらこっちでつけたよっていう、まあ、信号線的な感じやと思ってくれたらわかりやすいかなって思います。で、サンドスイッチ、1番には白の配備線。だから反対側の1番も同じ線。で、ここで塗ります。3番と3番。なもう本当にこことここを渡ってるだけ。本当にこういう風に考えてもらったらわかりやすいかなと思います。ほな、結局残るのが入りません。ここを繋いでもらったら、プラスから電気が流れて、片方のサンドスイッチに渡って、マイナスで帰っていくっていう。こうやって考えてもらったら分かりやすいかなと思います。で、結局、片切りスイッチとほぼ一緒で、片切りスイッチの場合は、一つのスイッチでプラスと帰りがいてるんですけど、サンドスイッチの場合は、二つのスイッチでプラスと帰りがいてる。こう考えてもらったら別に、このただ単に2本を渡らせるだけなんで。特に難しく考える必要はないと思います。まあ、今日サンドスイッチの曲線図の書き方教えてもらったんですけど、また実際もやっていくんですけど、その前にこのサンドスイッチの原理っていうんですかね、うん、まあ、これが今1階になります。2階になります。こっちで消したら、こっちは触ってないのに消えるよとか、うんうん、そういう仕組み自体が結構ね、初め理解するの時間かかると思うんで、サンドスイッチだけにピックアップして説明してもらいたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずサンドスイッチの仕組みなんですけど、簡単に、まあ、曲線図ではないんですけど、スイッチと0番。こっちも0番ですね。で、帰りと。負荷をマイナスにつながるので、マイナス。こんな感じで繋げていきたいと思います。スイッチ間の渡りですね。こう入ってるとしましょう。まずこっちを、サンドスイッチっていうのは、そもそも、こんな感じで分かれてます。で、どっちに、上にしても下にしても、どっちかから電気が流れるような仕組みになってます。こっちをオンにした場合、こっちに流れる、電気が流れるとしましょう。な、こっちもオンの場合、こう流れるとしましょう。なら、ここ、オンになって、接点がこっちに、オンになってるんで、こう電気が流れてきて、こっちもここで、右にして、ここが繋がってるから、電気が流れて、ライトがつくっていう。ただ、まあ、例えば、両方オフで、こっちで、上がってつける。まあ、これで、階段登るときは、下がオフとしましょう。で、上は、右になってるとしましょう。で、階段登るときこっちで、オンにします。だから、ここ繋がってるんで、電気がつきます。登ってきたとき、もう消したい。こっちを左にします。じゃあ、左の時は、こっちで繋がるんで、こっちは、プラスでひっついて、電気が入ってきて、ここの接点で合ってるんですけど、上上がった時に、こっち側で遮断してるんで、こことここは繋がってなくて、こことここで今繋がってるんで、電気が流れない。なので、電気が消えたよっていう。反対側も一緒で、降りる時につけたり。じゃあ、こっちを降りる時に、まあ、2回で、今オンにしたってなったら、ここは今繋がってるんで電気がつきます。で、降りた後、こっちで消した。なら、ここで消してるんで、今こっちですね。だから、こっちで電気が途切れてるよっていう。この接点が噛み合ってないと電気が流れないので、どっちかで遮断する仕組みになっています。はい。これ、今ちょっとね、今度は片切りスイッチで、本当はどっちもこれなんですけど、このチョボがついてないのは、オンオフっていうかね、どっちも切り替えるから、このチョボがついてないんで、これは見分け方として、覚えやすいかなと思います。で、さっき原田さんがね、サンドスイッチやってくれて、すごい分かりやすかったんですけど、それでも分からない、ちょっと危ない人っていただいたんですけど、僕の友達の深夜とかは、まだ分からないと思うんですよ。これ危ないんで、やったらダメなんですけど、これ、原田さんが説明してくれたように、白をね、入ってます。はい。ここに今、サンドスイッチがあると想定してください。で、これをまあ、2階にしましょうか。2階のサンドスイッチの帰りが、ここに帰ってきます。で、原田さん、これ、黒白に当ててもらっていいですか？はい。ほんで、今、スイッチを入れました。開きましたよね。ほんで、僕の方でスイッチを1回、はい、で、切りました。はい、ほんで、この接点がこっちに移動します。ほんじゃあ、これで今、この赤い路線は断線されてるので、電気がつきません。で、原田さんの2階で電源を入れてください。はい。ほんで、このね、接点がこっちに移動するので、電気がつきます。1階で電気を切りたい場合は、僕の接点がこっちに
移動するので、この白色は今繋がってないので、電気がつきません。ということで。はい、ということで、これ危ないので、真似しないでほしいんですけど、まあ、ちょっと分かりやすいかなと思ってやってみました。参考にしてみてください。はい、はい。では、先ほどの伏線図に戻ってもらって、実技編、よろしくお願いします。はい。試験では向き仕様が決まっているので、試験の方法問題、問題に合わせて、ここの向き仕様は変えてください。基本的にスイッチとかコンセントやったら、10センチですかね、決まってたと思います。そしたら、3のスイッチを先に仕上げていきたいと思います。基本的に今の住宅っていうのは、パナソニックのフルカラーって言って、ちょっとおしゃれなスイッチに変わってるんですけど、試験の方では、昔からあるフルカラーっていうスイッチで、試験が出てきますので、まずこの枠の付け方から説明したいと思います。で、これがスイッチ枠。金属のスイッチ枠。で、これが3のスイッチですね。枠には上と下があるので、注意して気をつけてください。こちらのスイッチに関しては、どっちでも、いけるようになってます。ただ、基本的には、まあ、向かって、左がマイナスっていう感じなんで、0番に、プラスが入ることを想定して、右側が0番に来るよ。で、ここに爪があるんで、ここの爪とスイッチの爪が入る部分を合わせてもらったら収まります。なら、これで押さえたまま、ここの隙間にマイナスドライバーを差し込んで、クイッと、クイッと、めり込ませるような感じです。この爪に入るような感じになってます。なら反対側も同じように、0番が右に来るようにしてもらって、はめて、押さえて、マイナスドライバーで、クイッ、クイッと。で、これ外すときは逆に、ここの爪に引っ掛けます。ここですね。で、外側に、クイッとしてもらうと、外れます。で、スイッチ1個の場合は必ず枠の真ん中につけてください。で、2個の場合は上と下で真ん中を開けるように。これはもう絶対守ってほしいです。じゃあ配線をしていきます。で、ここに3のスイッチがあるんで、3のスイッチから配線が3本。黒、白、赤。黒、白、赤。で、こっちも、黒、白、赤。いきます。で、この電源のプラスマイナスが来てます。で、照明器具からもプラスマイナスが来てます。試験であればここ、ブッシングつけるんですけど、今はないんで省かしてもらいます。そしたらまず、スイッチの方につけていきましょう。これも0番に黒、1番に白、3番に赤。もうその通りでつけてもらったらいいと思います。こうですね。正直ね、これ抵抗なくても、つくのはつきます。何ら問題ないので。ただ、リズムだけ合わせてあげた方がいいです。もちろん。こういう風な感じです。はい。じゃあ次、ジョイントボックスの方で、まずスイッチにはプラス、負荷にはマイナスがいるんで、まずそれを先にしてあげると、残った線が、分かりやすくなります。じゃあまずこっち側の3のスイッチにはプラス。よっと。負荷にはマイナス。ほらもう、ここで、さっきに、この帰りを繋いであげます。ここまではもう片切りスイッチと全く一緒です。プラスを繋いで、マイナスを繋いで、帰りを繋ぐ。さっきの復習みたいな感じですね。そうですね。そしたらややこしくない？そうなんですよ。この線がないんやね。ほらもう残った線は、もうこの4本だけなので、これは簡単です。赤、赤。白白。赤赤、白白。汚い時で申し訳ないですけど、こんな感じです。プラスが入っていて、スイッチに行って、でスイッチから赤と白を辿って、反対側のスイッチに。で、この0番から、負荷が回復して、マイナスで、電池が回復していく仕組みになっています。実際にこれで電気がつくか、やってみます。お願いします。じゃあ、こっちで再消してみます。つけてみます。こっちでも消してみます。こっちでつけて、こっちで消してみます。こっちでつけて、こっちで消して。こっちで消したけど、こっちで消します。2箇所で自由な操作ができるのが3のスイッチです。ありがとうございます。はい。続けて使われてると思うんですけど、最後に、片切りスイッチの、はい、最小本数でしたっけ？最小本数ですね。一種の回数でも出るってことなんで、はい、また同じようにお願いします。はい。その最小本数って何かって言うたら、例えば、まあ、プラスマイナスがいつも通りあって、でジョイントボックスがあって、で片切りスイッチが同じ場所に2個。そういうことですね。そうです。で結構トイレとか多いですかね、イメージしてもらったら。トイレのライトと換気扇とか。がイメージしやすいかな。まあ、お風呂のライトとお風呂の換気扇という時でないんですけど、リビングとダイニングとか
結構あると思うんですけど、そういう時に結構この配線を使います。これがシーリングアンプですね。はい、はい、これが換気扇としましょう。じゃあ本来片切りスイッチの方法であればライト一つに対してスイッチ2000が2本降りてると思います。ただ最小本数っていうのはこれをもう一個スイッチが増えた場合は本来4本来ると思うんです。期待値ってことですね。そうです、はい。これに対しての2本。換気扇に対しての2本。で、4本来ると、スイッチをつける、スイッチボックスっていうのがつきます。で、4本来ると、この中に4本収めないといけない。4本ぐらいでいけるんで、正直いけるんですけど、窮屈ですし。で、ましてや、配線を引っ張ってくるときにも、4本引っ張ってくる量が、と、その少なくする3本で持ってくる量っていうのが全然ちゃうんで、まあ、電線の節約とかにもなるので、実際の現場でも最小本数っていうのが使われます。実際向きでもあるということですね。実際向きでもあります。実際に買われてる原田さんからして、はい、僕は初めの方ミシン2本持ってきて親方にめちゃくちゃ怒られました。電線もったいないやろうと。その方法を伝授したいと思います。お願いします。まずスイッチにプラスっていうのはもう絶対に変わらないので、スイッチにプラス、これは頭に入れておいてほしいです。スイッチにプラス。で、負荷にはマイナス、これも全く変わることがないので、必ず負荷にはマイナスっていうのを覚えておいてほしいです。で、シーリングにも、マイナスがある。負荷にマイナスがあるので、もちろん換気扇も負荷になるので、マイナスがあります。で、ここは3つの差し込み型コネクタ、参加させるバージョンでさせてもらって。そんなら、残りが帰りですね。で、こっちがライト、トーンとしましょう。で、こっちが換気。で、帰りの方を先作っていきます。じゃ、トーンの帰り。ここにも片切りスイッチと一緒で。じゃ、まずこれで、トーンの方の片切りスイッチができたと思います。続いて、換気の方なんですけど、換気の方の先、帰りを。実際の現場では、サナシンを使うので、黒、白、赤でやらせてもらいます。ただ、ライトには赤では配線しないので、基本黒と白。負荷には2本しかいらないので、黒と白。二芯、二芯、三芯ってことですね。そうですね。はい、結局、片切りスイッチの、換気扇の片切りスイッチに足りないのは、プラスなので、で、プラスっていうのは、すでにもう塔の方に降りてきているので、ここ2箇所させる場所あるんで、1本させてもらって、もう1本を渡り、降りてもらえれば、換気扇のスイッチもプラスが流れるので帰っていけるっていう。そしたらスイッチボックスには三芯だけを持ってこれば謎の電気に電気が流せるよっていうことですね。ありがとうございます。はい、これよくある質問なんですけど、変わらないとかでしたら、はい、これはスイッチが出てたら一瞬電源が見てないんじゃないかという質問を僕も実際教えててあったりするんですけど。なるほどですね。それはなぜこれいけるのか。今ここは電源というかスイッチというオフの状態やけど、はい、こっちにも今電気は通電してるじゃないですか。片切りスイッチの仕組みはこうです。ここは繋がってます。なので、こいつをオフにしたら、ここの接点が上に上がるとして、プラスは、接点が、オフにしようかオンにしようか、常に繋がっているので、下にも電気が行っています。なので、換気扇は、どうもスイッチを切ってようが、全く関係なく、別々で操作ができるです、ね。そういう質問でよかったですか。はい。はい、以上です。ありがとうございます。次、ご視聴ありがとうございました。トミデンさんはね、若くして、去年来られたんですね。そう、僕に仕事に取りました。いろいろこう、不安ことだらけの状態から、実技もやりだったと思うんですけど、今多分見られてる方も、その状態かなと思うんで、うん、そういう方たちに向けて、アドバイスお願いします。心構えとか。心構え。はい。僕は本当に、急遽、まあ、電気工事会社にして、急遽、電気工事の試験を受けないといけなくなってしまった状態で、日数もなく、どうしようかって悩んでたんですけども、今ほんまに、たくさんの方が YouTube もされてて、調べれば調べるほど、ほんまたくさんいろんなやり方も出てくるし、で、まあ、今日僕も説明させてもらったんですけど、まあ、僕よりも分かりやすい説明もしてくれてる方いてるんで、まあ、僕はもうほんまに、当時はそういうのを見たり、で、教科書を買ってきて、絶対受かるぞっていう気持ちで、試験に挑みました。で、ほんまに不安な気持ちもあると思うんですけども、今試験受けるのにもお金かかりますし、で、どうせ、受けるなら一回で受かりたいっていう気持ちを持って、一度と言わず、まあ、真剣に取り込んで見てもらえればと思います。わからないこととかあれば、僕もインスタグラムやってるので、全然コメントとか DM してもらえれば、何でも僕でお答えできることならお答えさせてもらうので、どしどし DM お待ちしてます。はい。ありがとうございました。ということで本日はですね、ここ撮影場所も富田さん用意してくれて、材料とかも全部用意してくれました。で、お金も僕は一切払ってません。ほんまに電気工事業界を変えたい。で、本当にテストを困っている方を何とか僕の力でできたらいいなという協力をしてくれた優しいお金なので、ぜひインスタとかも皆さんに繋がっていけたらね、はい、これから電気工事業界が楽しくなると思うんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はご協力ありがとうございました。ありがとうございました。久しぶりやと思うんですけど、はい、解説しながらこの宝山のやつ、はい、用意しといたんで、結構テスト対策としてはこれみんな使うと思うんですよ。僕もこれで行ったんですけど、これの、まあ、テスト向きのパターン、こ
ちょっとこれも私が使ってたのは若干タイプ違うんですけど、はい、私もこんな感じで、うん、MCC さんとか MCC っていう会社の、まあ、こんな感じの使ったんですよ、はい、はいはいはい、それだとこのスケールのメモリが入ってたんですけど、はいはいはい、これないのでちょっとこれで測ってやっていきますね。お願いします。これで僕のチャンネルの視聴者さんの合格がかかってるんで、いきなりプレッシャーかけんといてくださいよ。お願いしますね。まあ、今回は作りをやってくれってことなんで、はい、ランプレセプタークール、はい、ってやつにこれ、試験でよく出てくるやつですね。はい、はい、向けの和作りってきます。はい、長さがですね、はい、今だいたいそのあれ本とかだとだいたいこの外の被覆は50センチ、相当、あ、はいはい、向き長さってことですね。そうです、外向きの長さは50センチ向いて、はい、で中のこの新鮮の部分は20って書いてるんですけど、正直個人的には20-20ぐらいがちょうどいいかなと。でもあんま長すぎるとここがこうぐにゃってはみ出てしまうので、血管ですよね、はみ出たらやりにくいので、うん、まあ、正直個人的には20-20ぐらいがちょうどいいかなっていう印象です。わかりました。なんでちょっとまあこれ測っていきますので、はい、まあ、これも実際あのこういうカバンにスケールがまあついてる、これでざっくり見るもよし、ほうほうほう、まあ、ちょっと本当ちっちゃいような裁縫用の、はい、まあ、ケチャクとか使ってもいいかもしれない。うん、確かにこれだったらでかいから、ね、めちゃくちゃでかいですからね。僕定規持って行きました、テストの時。15センチのそれもいいですね、結構短いので。でこれ僕のは旧型やから長さ書いてないけど、今のは書いてますもんね。そうですね、だいたい書いてますね。だいたいまあ40くらいで、はい、軽く握って、はい、でちょっと持ち替えてます。私持ち替えてる、カチッてこう割れ目入れて後に、はいはいはい、まあ、ちょっとずらしてあげるんです。ほう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 。でも軽くこう歯を当てといて、はい、手この原因で親指でクッと押してあげると綺麗にスポンと抜けるんです、うん、これはあの前の会社の時の先輩のやり方でこうやってやるといいよって教えてもらったんです。新鮮に傷をつけないようにってことですよね、多分。長くなっちゃったけどなでここはまあ今がだいたい4尺ちょいですね、うんうん、これでもこの長さでもいけそうですか。まあ長かったらまあぶっちゃけ切っちゃえばいいわ、ね、わかりました。今45になったけど40で切り直します。これ剥くときにマジックとかしとけば。そうですね、テストってマジックしても別にいいんでしたっけ。問題はないです。まああんま時間かかるようだったらまあそれはやらなくてもいいですし、はい、もうだいたいこう慣れてくると目分量でペペってやっちゃう。そうですね、2センチ20ミリですね、はい、2センチ でここで、はい、でまあこれちょっと気をつけなきゃいけないのが、こう穴入れるとこ間違えると折れちゃうんですよね、この真ん中のところで。はいはいはい、あれ結構やらかしました。そうですね、サイズが1、6か2ミリか決まってますもんね。これ結構その穴の位置ちょっとずれて、うん、ここでこうここにこう挟んじゃうと、うん、パキンって折れちゃうんです、芯片が。ああ確かに。まあこれを、まあ、そんなこと言ってたらこうやって抜けたので、はい、根元から1ミリぐらいかな、なんどれぐらいって言うんだろう、まあちょっと離して曲げてあげます。曲げる、はい、そしてここを先っぽ持って、はい、くるりんぱと、お、あ、一発でいっちゃうわけですね。あとちょっと微調整してあげれば、お、まあ、あっという間に綺麗なのの字の出来上がりと。ちょっと見せてくださいね。はい、お、綺麗ですね。ほうほうほう、こんな感じで、はい、で黒も同様に、黒も同様に、うん、まずパキッと90度折ってあげて、はい、先っぽ持って、はい、なんて言うんでしょうね、手首を回すって言ったらいいのかな。うんうんうん、にょ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 と、ほうほう、野球みたいな感じですね。野球のみたいな感じ。どんなですかね。あのカーブボール投げるときそんな感じなんですよ。へえ。野球してないかわかんないですよね。そうです、野球あのやってる方は参考に使ってください。はいはい、近っていうとこのここに巻きつけるイメージっていうんですかね。ふんふん。って思ったけどどうなんだろう、人によるのかな。ふん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 。まあ軽く微調整してあげて、はいはいはい、よしこれでできましたよと。できましたと、はい。ペンチバージョンでお願いします。はい。同じ感じですね。宝山はなしで。宝山はなしで。はい。まあ、もう大体ここはもうちょっと目安でいっちゃいますね。はい。で長さって大体、まあ、40くらいですよと。はい。ペンチの場合も40でしたっけ。個人的なやり方だと、はい。なんだっけ、中の新鮮30の方がやりやすいです。ほうほうほう。もうこんな感じで。電工ナイフで間に入れて。縦なり、縦割りして。はい。先に長さちょっと見たやつを、はい。最初これ、切れ目入れとくんです。ほうほうほう。こうやっとくとも大体ここまでっていう、うん、目安にもなるので。あ、で、向き跡も切れなるしね、そっちの方が。そうそう。もうこんな感じで。はい。縦割りしてあげると、なんか傷つかないんですよ、結構。こんな感じで。ほんまですね。まあ、これはまあ正直、あの、はい、慣れですね、本当に。たまに電工ナイフでもやってもらう時もありますもんね。そうなんですね。結構コツがいりますよね、意外と。本当これは練習あるのみって感じで、はい、
即欠陥でしょ、これテストでやってもったら即欠陥です、ね、ただぶっちゃけ本当に、はい、試験の時は、はい、まあ、限られた時間なんで、はい、もう電工のやつよりは鉱山でやった方が楽なんです。ですね、ちょっとこっからもう大体の目安でいっちゃいますね、はい、指の長さに合わせて私の場合はここでちょっと印つけといて、はい、それが大体30ぐらいですね。このなんだっけ、向くところが30ぐらいのイメージですね、はい、根元20で基準でやってます今、はい、ここかな、で向いて、であとはちょっとこれはまた名古屋にいた時の、はい、あの電工の社長さんに教えていただいたやり方で、まあ、それは CV 線向く時なんですけどね、鉛筆削りってやつですね、あのなんだっけ魚の骨をに沿わせるようなイメージで、へー、三枚おろしみたいな感じなんですかねこんな感じで軽く横一箇所向いてあげて、はい、あとはまあ手でペペって向いてあげるとうまくいきました、まあ、これ本当に人によりますね、やり方は。確かにね、僕とか言ったらペンチで行ってまうけど、そのペンチって結構握った時に気づきますもんね、正直ほんまはダメですもんね。これが一番綺麗にできるやり方なんです、うん、私にとっての安全ですよね、うん、ただまあ結構、まあ、手をうっかり怪我しないようにあれ手袋してますはいはい、この間も息揚々とやって軽く切りましたからねやってもためっちゃ綺麗、こんな感じでいいね、ここで、はい、外してあげて、はい、でも正直これももっと早くていいやり方もあると思うんですけどね、まあ、こんな感じ向いたらあとは持ってきてもこれとこの長さでいいんでしたっけ。これはちょっと薄いので若干ちっちゃくなりますね、はい、輪っかが電工の派遣用で使ってるやつにちょっと薄いんですよ、この富士屋さんなので、まあ、気持ち長く見といた方がいい気はします。まあ、ここは一緒でくるっと曲げるんですね、まず、はい、Z にするんや、はい、Z 型で、はいはいはい、テッドにしたら、はい、根元あたりでいってあげるんですよ、パチンと。それで長かったんや。そうなんです。そういうことですね。あんま短いと、この曲げができないんですよね、はいはい、最初は。で、ここの、よいしょ、この先っぽ持ってあげて、はい、くるりんパッと。ほうほうほう。で、ちょっとま持ち替えて、はい。整えるみたいな。そうです。整いました、なんつって。よいしょ。私もちょっとこれ、久しぶりだったのもあって、はい、まあ苦手なんですよね、これ。よいしょ。まあちょっと。うまいことギョギョっと、よいしょよいしょ、こんな感じで、はい、でもう片方も同じように、はい、カチッと、はい、逆だな、逆だよいしょ、これあんまグニョグニョやったらやっぱ疲労金属疲労でね、折れたりしますよね。切ってあげて、はい、この角っちょで持つ感じですね、本当にペンチの、ペンチのね。まあ、ぶっちゃけこれもあれ、あの、なんだっけ、長さだけ測ったらあれラジオペンチでやるのが楽な気はしますよね、正直な話。確かにね、まあ、角っこでちょっと持ってあげると、はい、あとまあこんな感じで、で、まあ、あと4分の3巻きつけてあればいいので、はい、まあ、細かいところちょっと微調整してあげたらいいのかなって気はします。はは、のノーズを通してあげて、うん、これよくあの間違えるこの白と黒の、あ、これ決まってるんですか、どっちがどっちか、はい、どっちかどっちか決まってます、はい、どっちがどっちですか、このネジの部分、ザガネこれが、はい、この胴体っていうんですかね、はいはいはい、外側につながってる方を白と覚えてまして、はい、これ私結構その理論で考える方が得意だったんですけど、はいはい、この外側って、はい、触れる部分じゃないですか、はい、だからこっちに電気が流れると危ないということで、はい、ただこっちは電気が流れないマイナス側の白、はいはい、逆にこっちのネジってこれよく見るとここにつながってるんです、この真ん中の、はあはあはあ、はいはいはい、ソケット分ってことっすね、そうですね、照明で言う、だからここにつながってるからこっちは、まあ、はい、なんか触れないじゃないですか、はい、なかなか、はい、だからそっちに持ってってあげると安全だよと、うん、っていう感じのイメージで考えてました、うん、はいはい、わかりやすいです、こう安全な方をやっておこうねっていう理由でこうなってんのかなっていうイメージでやってますが、ちょっとこれ穴がちっちゃかった気がします。じゃあ一旦ね、これ広げてあげた方がいいかな、でまあちょっとこの穴の中から外の皮膚出してあげて、はい、先に、はい、こう大体の位置を整えてあげるとやりやすいです、これは。あ、形を作っておいてあるんですね。そうですそうです、こんな感じで、まあちょっとまあ不吉なのはまあ笑ったってください本当に不吉な、そしたらまあこうやって緩めたら、はい、ネジを外しまして、はい、最後らへんだったらこうやってちょっと指で支えながら、ほうほうほう、よいしょ、差し込んで、はい、穴に入れて、はい、
軽く回してあげたらもうこっちでキュキュキュッと。はいはいはい。ちなみにこの回し方はこれ私も今の会社に入ってから先輩に教えてもらったんですけれど、はい、ここ、この人差し指の付け根あたりに入れて、はい、こう入れてじゃないの、当てて、はい、中指と親指ぐらいで回すような、そんなイメージなんだそうです。へえ、私も最近知りました、それは。はいはいはい。今こんな感じで外していってあげて、はい、ここら辺をまあこう外して穴に刺して刺して刺してこの不吉さがブレるね、バレる感じでやってますけど、穴に入りましたと。はい。で回していって、はい、回していって、はい、締めてあげると、はい、もうこんな感じで出来上がりと、はい、ほうほうほう、いい感じですね。どこで大丈夫なのかな、本当 NG な気がしますが、若干出てる気がありますか。まあイメージとしてはこんな感じですね。はいはいはい、ありがとうございます。はい、まあ、これは慣れていくとだんだんもう、はい、先にふわっと向いてって感じでできるようになっていくと思うので、でも久しぶりの、はい、お疲れ様です。前回紹介したベッセルさんのワイヤーストリッパーで VA の輪作りをやってみたいと思います。で、まあこれは VA の外装は向けないんで、ちょっとこっちで外装だけ向かしてもらいます。これはもういつも僕やってるんで、ちょっと割愛で説明は、この VA の IV も向けるんで、一番下の 2mm のとこで、まあその使うビスに合わせた長さをだいたい向いてもらって、こんな感じで。僕のやり方はここ先端がつかみやすいようにちょっとこうギザギザになってるんで、このやり方としてはここ3ミリ開けて向こうに前に倒す、倒したやつをこれ逆手で持って先端一番前を持ってもらって元のとこまで一気に返してくる、こっちもですね、3ミリ開けて倒して一気に戻す感じで、これもまあ練習したら誰でもすぐできるようになるんで、ちょっとやってみてください。このギザギザのところは結構つかみやすくて輪作りしやすいですね。これ以上、輪作り動画でした。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はありがとうございます。今回ですね、第2種電気工事士の実技テストがちょっと近づいてきてますんで、初めてね、受ける方も多いと思うんで、いろいろね、知りたいと思うんですよ。Twitter とかインスタとかで質問とかちょっと僕答えてきてもらったんで、あ、ちょっと集めてきましたんで、土の電気工事チャンネルさん、電気工事のね、いろいろ教えを教えられてるんで、いろいろ聞きたいなっていうのと、電気アビオリさんもね、電気系 YouTuber としてされてるので、経験談を聞きたいなと思って、今回コラボさせてもらいました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速質問していきたいんですけど、2種の電気工事士って何歳の時に取得されましたか？ツッチーさんからお願いします。はい。で、私はね、工業高校の電気科で、はい、2年生の時に、全員、クラス全員受けるみたいな形で。強制的に。強制的に全員受けるみたいな形だったんで、みんなで受けて、結構な人数合格したんですけど、その時に取りました。じゃあ16歳の時ってことですね。はい。電気屋病理さんは、はい、いつ取られたんですか、おいくつの時に。私は10万26歳の時にちょっと会社に所属していたんですが、電気というか通信の会社だったんですけど、電気もちょっとやるんで、みんな取りなさいみたいな空気だったんで、そうですね、暇に任せてちょっと取ってきたという感じですね。じゃあ通信工事の仕事やったから資格は特にいらなかったけど、ね、必要になってきたので26ぐらいで検討したっていう感じで。そうですね、はい、そんな感じですね。で、ちなみにそのお二人は試験は一発で受かったんでしょうか。はい、そうですね、一発で合格いたしました。皆さんこれから実技テストの練習をしていくと思うんで聞きたいんですけど、実技テストに関する費用っていうんですかね、いろいろ工具買ったりとか、ツッチーさんやったら高校生やったから自分で揃えなあかんとか、ビオリさんやったら自分の持ってる工具とかでいろいろこうパターンは変わってくると思うんですけど、うんうん、初めて受ける視聴者さんとか参考になると思うんで聞きたいと思うんですけど、ちょっとね覚えてないと思うんでざっくりでいいんで金額聞きたいなと思って。ツッチーさんどんなもんでした？授業の一環みたいな形だったんで、学校で決まったセットみたいなやつを、はいはいはい、確か1万円ちょっとぐらいですかね。圧着ペンチは貸してくれたんですけど、はい、リングスリーブ用の圧着は、それ以外はみんな自分で購入してっていう形
だったんですけど、まあ、それでも1万円ぐらいでしたかね。リングスリーブそんなに学校持ってるんですね。リングスリーブじゃなくて圧着ペンチ、なんかあれを貸してくれましたね。多分毎年毎年受けるんで、多分1回揃えちゃって、はい、毎年ずっと使い回してる感じですかね。でもあの電気科の学校とか行ってる人であれば、まあ、そんなにお金がかからないというか、ケーブルとかも部材とかも学校にあるやつっていうか、はいはい、まあ、授業のその中でみたいな形で全部やらせてくれるので、うん、そう、良かったですね。買った中ではじゃあストリッパーとかが一番高かったぐらいですか。正直ね、ストリッパー買ってた人いるんですけど、はい、買ってくれないです。そんなのに親がお金出してくれなかったんで、電工ナイフで全部やりました。ああ、家庭の事情によって、もう本当に数人ですね。2、3人ストリッパー買ってくれてる人がいるぐらいで、ほとんどみんな電工ナイフやってましたね。ビオリさんはどれぐらいかかりました？ざっくり。私の場合には受験費用と普段使ってた道具で大体使えたんで、その時もすでにあの職人はやっておりましたので特にかかってないと思いますね。じゃあまあ持ってる工具で。そうですね、持ってる工具だけでなんとかなっちゃいました。わかりました。で今の話でストリッパーとか出てきたんですけど、ストリッパーで行くのか、まあ、宝山の専用工具というか、まあ、ここに画像を出すんですけど、その工具で行くか電工ナイフで行くかとか人それぞれ分かれると思うんですけど、ビオリさんから。ああ、そうですね、ちょっとさっきあのお話した時に出たんですけど、僕宝山って知らなかったんですよ。なんか出てるんですね、その専用品が。そうですね、僕が20歳の10年前ぐらいの時にはもうすでに出てたんですけど、全然それは知らなくて、はい、私は電工ナイフで向いたと思いますね。あのガッチャンのストリッパー、一発のストリッパーもあったんですけど、まあ当時そんなに F ケーブル向くような仕事しておりませんでしたので、うん、ナイフで行ったと思います。じゃあ別にナイフの方が安全やからナイフを選んだとかいうわけじゃなくて。もう全然あのお金かけたくなかったんで、特にわざわざストリッパーこれから使うかわからんのに買うのもあれやなみたいな。そうですね、その時は電気はやっていなかったので、はいはいはい、本当に試験のために間に合わせで工具揃えたような感じですね。ツッチーさんは。そうですね、まあ、私受けた時はね、あのナイフで気合で受かったんですけどはいはいまあ、今考えると、あの正直ストリッパーの方がいいかなと思ってます。宝山のやつを現場で腰道具でこう使ってる人って多分ほとんどいないと思うんですよね。なかなかいないですよね。ないですよね。でストリッパーは、まあ、あの圧着とかするときにはほぼ間違いなく使うと思うんですよ皆さん。試験受かるためだけに受けるんだったら宝山のやつ使ってもいいと思うんですけど、その後、ね、現場で実際にってなるんだったら、やっぱストリッパー、ね、どうせお金、ね、払って買うんだったら実際現場で、はい、使うものを使って受けてもらった方がいいかなと思うんで、やっぱストリッパーの方がいいかなと。ちなみに宝山っておいくらぐらいするんですか？3000円ぐらいでしたか ね。あ、割といい値段するんですね。僕は買ったんですけど、はい、一切使ってないですね、テスト以外。ツッチーさんが言ってたように、まあまあもったいないっちゃもったいないかなと。でも僕的にはやりやすいのは宝山かなとは思うんですよ。なるほど、まあはい、まあ、長さとか見るのにはいいですよね。なんかいろいろ長さとかをここで見ようとかって見るのはすごくやりやすいと思います。あ、長さが見れるんですね。ちょっとそうなんですよ、長さの表記も書いてて、でストリッパーとかやったらたまに滑ったりとかあると思うんですけど、はははは、これもまあほぼないかなっていうことで、ほんまに試験用に宝山が作った、宝山以外でも今出てるんですけど、画像とかちょっとここに貼っとくんでまた見てください。あ、見てみます。はい、ありがとうございます。じゃあ次なんですけど、その有料で講習とかってあるじゃないですか。そんなんとか受けたり、まあ誰かに教えてもらったりとか、どんな感じでみんな勉強をしました？ツッチーさん。今の学校の授業だったんで、本当にあの同い年の学生たちと用意どんで問題作って、こうある意味競争みたいな感じでやってましたね、あの仲間同士で。そのでも公表問題を見たところで、はい、まあ、ツッチーさん高校生やから工事もしたことなかったと思うんですけど、はい、分からないですよね。わかんないんですけど、あのその試験の実際作る前とかには、あの先生があのホワイトボードの黒板であの複線図の書き方とか授業があったので、まあ、割と入りやすかったし、まあ、わかんないとかあればその学生同士でも教え合ったりみたいな、いっぱい人数がいる中でやってたんで、まあ、すごいやりやすかったかなと。あ、楽しそうですね。先生プラス同級生って感じですね。そうですね、同級生のできる人とかに聞いたりとかっていう感じですね。ビオリさんは
私は特に講習とかはないですね。独学で。あ、そうですね。本当にさっき言ったように暇つぶしじゃないですけど、当時夜勤生活しておりまして、鉄道関係で、鉄道関係の仕事って拘束時間が本当に短いんで、昼間は結構暇なんですよね。そうですね、2時間とかで終わりますよね、いい時。そうですね、やられてますね。ね、ちょっと言ってたんですけど、はい。なんで、本当に暇つぶしがてら試験、はい、受けたみたいなもんなんで。時間あるし取ってみようかな、みたいな。そうですね、そんな感じです。有効活用されたわけですね。そうですね。まあ、前僕の動画でもちょっと輪作りっていうのを作り方出させてもらったんですけども、輪作りも何を使うかとか、まあ、テキストにも書いてるんですけど、何で作ったか覚えてます？ビオリさん。私普通にペンチで作りましたけど、逆にペンチ以外で作るんですね。ちょっとそれを知らなかったです。そうなんですよ、僕らのね時代は宝山で作るのがやりやすいということで。はあ、宝山のストリップ、ストリッパー派かペンチ派かに分かれるんですけど、ペンチですね。ツッチーさんは？まあ、私もペンチですね。あ、ツッチーさんもじゃあ宝山使ってないですね。買ってもらってないですね。あ、もう時代的にはありましたよね。ありましたけど、でも使ってる人少なかったですね。本当にみんな与えられたその限られた道具でこう頑張って完成させるみたいな感じだったんで。高校生やからって甘やかされてるわけじゃないですね。そうですね、全然いいツールを使わせてもらえるわけじゃないんですね。でも公表問題ね、皆さんこれからやっていかないとダメだと思うんですけど、結構そのどれぐらいやったらいいですかっていう質問が多くて、どれぐらいやりました？3週ぐらいはしたかなと思うんですけど、やっぱ1週目は多分あれですよね、完成させるのでいっぱいいっぱいでみたいな、制限時間もちょっと超えちゃうみたいな。そう、超えちゃうみたいな、はい、だと思うんで、まず制限時間を超えることですよね。見直しの時間っていうのが欲しいと思うんで、はい、まあ、遅くとも30分とかでは形できないとなとは思うんですけど、1週目とかちょっとやばいなとか思いました。そうですね、まあでも20分とかも慣れてくるといけるので。ほんじゃ、まあ今1週目でちょっとやばいと思われてる人もそんなに心配せずに。そうですね、諦めずに数をこなせばいけるよ。みおりさんの方はどうでした？パッと見て一番めんどくさそうなやつを1回やったぐらいですかね。そんな感じですか？すごいな。そうですね、あとはなんか練習すればするほど資材も使っちゃいますし、はいはい、お金もかかっちゃうんで、なんかこう見てイメージだけこう頭の中でこう固める感じですか。それを一周と考えるんだったら何週かはしました。ああ、シミュレーションってことですね。あ、頭の中で何度もシミュレーションはしましたけど、作ったのは夢トレで。そうですね、1個、2個ぐらいでも作ったのかもしれないですけど、そんなにやった記憶はないです。ただテキストはいっぱい見ました。一周どころかもう2回ですね。そうですね、もう当時現場仕事自体はしておりましたので、まあいけるやろうということで。そうですね、一つめんどくさいのを理解しちゃえば、あとは要領は同じというか、あとはパターンがちょっと変わる程度じゃないですか。まあまあね、まあ、もしかしたら時代的に私の時代の方がちょっと問題も楽だったのかもしれませんし、なんか最近のはちょっと厳しくなったみたいなのは聞いたことあるんで。そうですね、難しくなってるってなんかみんな言いますね。そうですね、ちょっと緩い時代だったんだと思います、私の時は。ありました。で、まあ今いろいろ聞いたんですけど、本番のこと、試験当日のことでも結構質問が来てまして、はい、まあ、会場の雰囲気とか、うん、どんな感じだったんかなって、うん、結構上がり症の人も多いみたいで、どんな感じというか、どういう風に取り組んだというか、ツッチーさんとかやったらね、その時高校生やったから大人ばっかりに囲まれてみたいな、うん、いろんな気持ちもあったと思うんですけど、どうでした？あんまり覚えてないですね。狭かった記憶あります、試験受けるのに、テーブルが。なんで、まあ、学校とかだと結構ね、広いテーブル、実験用みたいな広いテーブルとかだったりしたんで、はい、結構狭いところで作っておくっていうのもちょっと練習した方がいいのかなと思いますね。そういうことですね、いつも広い環境でできるけど、試験当日はそうじゃないよと。みおりさんの方はどんな感じでした？そうですね、私もツッチーさん以上にはちょっと覚えてない節はあるんですが、はい、まあ試験っていう感じのシーンとした空気だったのは覚えてますね。まあ覚えてないってことはそんな緊張したわけでもなく。あ、そうですね、あんまり緊張しない方なんで、そうですね、能天気なんで割とその辺はなかったですね。あと割と若い人がいて、あ、すごいなって、こんな若い方が
こういう試験って受けるんだななんて思ったのは記憶にありますね。やっぱ、テッチさん言ってたように、そうですよね。意外と机狭いんで、狭い場所でこう、やる練習はしといた方がいいのかなって、思いますね。結構、じゃあこれ、大事なポイントですね。あ、そうですね。今から受ける方に対して。確かに狭いですね。脅したりしたら、またそれがそれで、こう、焦ってしまいますしね。そうですよね。じゃあ、会場に飲み込まれるって、飲み込まれそうっていう意見が多かったんですけど、そんなに考えなくていいよということで。まあ、若い方なんか、センター試験とかいろいろと試験受けてらっしゃいますし、まあそんな雰囲気ですもんね。変わんないです。多分若い方の方が試験慣れしてるんじゃないですか。社会人になると試験受ける機会ってなくなるんで、それより多分若い方の方が全然、試験慣れしてて平気だと思います。軽い気持ちで。そうですよね。軽い気持ちで受けるのがいいと思います。重く考えずにってことですね。そうですよね。 あと忘れ物しないようにしてほしいですね。忘れたらね。そう、練習してていろんなところにね、ちょっと午後置いてっちゃってとか、はい、で当日焦るとあれなんで、あ、ちょっとちゃんとそのね、工具だけはしっかりと持ってってほしいですね。そうですね。試験票を忘れてくる人とかいますもんね。それ最低ですね。もう最低です。私の仲間一人忘れてきたんで、はい、あれ忘れたらもうダメなんでしたっけ。いや、なんかなんやかんやでうまいことやってくれましたね。まあ時代も多分緩かったんだと思うんで、今もしかしたらダメかもしれませんけど、家出る前に再確認というか、もう一日前からもう一回見とかなあかんですね。あと言っとくとあれですね、配線器具ちょっと破損させないように気をつけてほしいですね。外す時とかにバリッと間違えて繋いじゃった時とかね、外す時あそこかけちゃったらあれで一発で多分ダメだと思うんで、不良品ってことで。もらえないんですね、配線器具は。もらえないです。壊してしまったらもうそれで失格になっちゃうんで、ちょっと焦って力入れてね、ポリっていっちゃったらそこで終わっちゃうので、ちょっとそれはちょっと知っといてもらって慎重にやってもらった方がいいんじゃないかなって。僕ら実際現場でもコンセントって使いますけど、ちょっとやりすぎたらバリッといきますもんね。そうですね。ね、まあ現場だと古い配線器具とかなおさらね、かけやすかったりするんですけど、初めてやる方はちょっと一回わざと終わってみるのもいいかもしれないですね、練習のうちに。そうですね。ここまでやったら割れちゃうんだみたいな。どれぐらいでいっちゃうのかみたいな ね、はい、それがテスト当日にやってしまうともうどうしようもないんで、100円ぐらいですもんね。そうですね。ね、一個ちょっとみんな割ってみてください。あれ、消耗品とかは確かもらえるんですよね、言えば。リングスリーブとかは確かもう一回もらえたはずなんですけど。ですよね。リングスリーブとワゴと、はい、ケーブルも確か行ったらもらえるって聞いて言ったことがあったと思うんですけど。であと、まあ会場関係の質問で、服装はどんな服装で行ったらいいんですかっていう質問が来たんですけど。いや、特に決まってなかったと思いますけど、普通の格好して行ったと思いますね。作業着わざわざ着てくのもなんか洗濯しなきゃいけないし、めんどくさいなーなんて思って。私服ですね。あ、そうですね、普通に私服で全然問題ないと思います。スッチーさんは学生服ですか。記憶にないですね。私服だったと思います。まあそんなにこだわらなくてもいいということで、はい、好きな格好で行ってくださいということですね。まあ動きやすい、探しやすい、はい、服装で。であとあった質問がですね、腰道具はいりますかっていうことなんですけど。いや、いらないですよね。適当にバッグに入れて持ってってもらいます、うん、え、持ってきました。普通になんか袋に入れて。ああ、腰道具じゃなくて道具だけですよね。はいはい、机に座ってやるんで腰道具は一切使いません、はい、おそらく。結構おるっすよね。え、本当ですか。僕の会場結構いましたよ、腰道具つけて。はい、多分今というかみんな結構見てると思うんですけど、やっぱ腰道具の方がなんていうんだろう、いつもの平常心を装うためにということでつけてる人が結構おるみたいで。本当ですか。やりにくくないですかね。そういうのがあるから、腰道具でつけなあかんのかなっていう、初めて受ける人には疑問がちょっと飛び交ってたりするらしくて。ああ。僕もまあ、ツールバッグみたいなのにカバンかなんかに入れていくんで、はい、いらんとは思うんですけど、うんうんうん、そうですね。腰道具だって背もたれある椅子だったら道具取れないですよね。頑張って取ってましたよ。ええー。お尻前にして。あ、そういうのがあるんですね。じゃあ、いろいろ、質問答えてもらってありがとうございました。僕からのアドバイスというのは、僕の、ね、チャンネルの方で動画出したりしてるんで、ちょっとツッチーさんと電気屋ビオリさんから一言アドバイス欲しいなっていうのと、まあ、2人とも YouTube チャンネルされてるんで、今日ね、興味持って見に行かれる方もおると思うんで、どんなチャンネルか、ざっくり
紹介してもらえたら助かります。じゃあ、つっちさんからお願いします。で、第二次電気工事のね、実技試験を受けられる方、まあ、さっき話した通り、器具の破損とかね、あると、一発でそこでダメになってしまうんで、まあ、そういったところはね、慎重に、やってもらって、後悔、悔いのないように頑張ってください。私のチャンネルでは、その、電気工事士のね、合格した先の話をしてます。実際の現場では、こうなんだよっていうのを結構多くやってるので、よかったらぜひ見に来てください。まあ、つっちさんは、サイスとライブの方で、解説してたり、それをアーカイブに残してるんですよね。去年の問題を、私が実際に解いて、実際にやってて、撮影した問題があるんで、こういう感じでやっていくといいよ、みたいな。アドバイスも載ってるので、よかったら見てくれると嬉しいです。はい、じゃあ概要欄にリンク貼っとくんで、ぜひ見られる皆さん、参考にしてください。次、ゆうりさん、お願いします。はい、あんまり気負わないでこう楽しんでいく感じがいいんじゃないでしょうかね。その今年落ちたら別に年に2回もあるわけですし、落ちたら死ぬわけじゃないんで、本当にこう、気楽に月日の免許でも取りに行く感じで、こんな感じで行くのがいいと思います。気負ってもいいことないんで。そう言って後輩落ちたんじゃなかったでしたっけ？あー、その話出しちゃいますか。その話聞かせてくださいよ。そうですね、一緒に電気工事をやってる後輩に、電気工事の試験どんなもんですかって聞かれたんで、ああ、もう原付の試験ぐらいなもんで、勉強成果が悪しししなきゃ落ちる、そんな程度なもんだよって言ったら、本当に何も勉強しなかったみたいで、試験当日、朝テキストを初めて開いたぐらいだったみたいで。それは無理ですね。いや、まあ、朝サクセスってやつで、ちょっと勉強するだけですもんね。そうです、ね、そうみたいですね。行ったんでしょうね。で、すいません、落ちましたって言われて。私もちょっと気まずくなって、ごめんねって言って終わりました。勉強はしないと落ちるんで、そうですね。勉強はちょっとしてた方がいいと思います。まあ、周りの先輩、はい。気負わずに行くのがいいと思いますね。わかりました。まあ、周りの先輩は、気負わずに行くために軽くできるよって言ってるけど、まあ、実際はね、ちゃんとやれるとこは勉強した方がいいってことですね。ゆうりさんはなんか電気工事の最近出しましたよね。筆記の方出してたんですよね。そうね。私は筆記の方です。計算問題が捨てていく第二次電気工事試験対策っていう、再生リストをちょっと作らせていただきまして。はいはいはい。実際現場に入ったことない人なんかが、単語とか聞いてもやっぱりわからないじゃないですか。そうですね、なんで、高速カッターだ、ベビーサンダーだとか言われても、ちょっとわからないと思うんで、そういうのを使ってちょっと遊んでるような動画みたいのをこう、集めさせていただいて、なんで試験勉強の傍らにちょっと一日に見ていただくような形っていうんですかね。そうすると理解が深まるといいなと思って作らせていただいてるっていう形です。じゃあそちらもリンク貼らせてもらうんで、ぜひ視聴者さんね、見てください。じゃあ今日はつっちーさん、エビオリさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。とりあえず、面白くしたいです。電気屋を。